はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。2020年10月11日です。もうなんか大変ありがとうございますね皆さん。なかなかね、本当ありがたいんです。あのチャットは、1分前からコメント渡辺健二さんと赤木さんいただきますしね、ツイッターはツイッターの方でちょっと前に、書いたらジャガー X タイプさんがねコメントしてくれるしね、こっちも答えなきゃいけない、こっちも答えなきゃいけないと思ったらもう16時じゃんと思って大焦りでやっておりますが、声の方は大丈夫ですか。ありがとう、大丈夫ですかね。YM さんもこんにちは、ありがとうございます。石井さんもいつもあの、ね、コメント本当ありがとうございますね。あの非常にあの私も元気をいただける、コメントいただいておりまして感謝しております。東北は仙台からということですよね、石井さんね。で渡辺健二さん、天候は小雨がパラパラしているということで、渡辺健二さんで確か関東の方でしたけれども小雨なんですね。こっちはもうめちゃくちゃいい天気ですよ。青空がめちゃくちゃ綺麗、後であのオートプラネット名古屋の新入庫車両の写真をご覧に入れますが、すごくいい写真が撮れてます。で、小野沢さんもこんにちは。鈴木隆さんもいつもありがとうございます。こんにちは。今日は暑かったですね。本当に今日は多分30度ぐらい、行ってるみたいですね。シャルル東京さんもこんにちは。いつもありがとうございます。アンドリューさんも最近いつもありがとうございます。今日はスタートから参加できますということでありがとうございます。ヒデモンさんもこんにちは。渡辺健二さんから石井さんにこんにちはといただいてます。あ、シャルル東京さんから音声映像問題なしです。よかったよかった、ありがとうございます。赤木さん、リミテッドエディション6秒で完売って早くないですかって、シビックのタイプRの話かな。どんどんいただいてますね。R スクワドロンさんもこんにちは。北さんもこんにちは。人参さんもこんにちは。お久しぶりです。あ、そうですね。人参さんお久しぶりですね。ヒデモンさんは人数報告をいただいてます。ありがとうございます。30人、もう今40人超えてますね。ありがとうございます。めっちゃ暑いといただいてますね。あ、宮島さんもいつもありがとうございます。石井さんから渡辺さんによろしくお願いいたしますといただいてます。あ、北斗健太郎さんこんにちは、お疲れ様です。豪華さん、先日は大変お世話になりました。いえいえ、とんでもない。岐阜は暑いくらいです。またその話は後ほどしたいと思います。KN さんこんにちは。今日は京都よりということですよね。参加しますということで天気はいいですよということで、西日本のあたりは天気はかなりよろしいのかなと思いますけれども、関東の方はちょっと雨なのかな。村山さん、こんにちは。今外出中ですので後で参加しますということで、外出中のところありがとうございます。あの、ね、後でまたご参加ください。お待ちしております。慶太さん、今回も来ちゃいましたということで嬉しいですね。ありがとうございます。青木さんもこんにちは、ありがとうございます。あ、のりやらさんもどうもこんにちは。昨日は本当に本当にありがとうございました。いえいえ、これまた後で話しますからね。めっちゃ楽しい時間を過ごすことができました。それにしても皆さん早いですね。いや本当に私もね驚いておりまして、もう20分ぐらい前から待機中が8人ぐらいいらっしゃって本当にありがとうございます。あ、やっぱのりやらさんのところは肌寒いんですね。あ、そうですか。赤木さん、福島は雨、あれかな、台風の影響とかがあるのかな。あの福島とかのあたりってね、台風は何とも妙なU ターンをするという、あんまり今まで見たことないような動きをしていますけれども、その後どうなったのかっていうのはよく分かってないんですが、どうなってるのかな。今天気予報をね見ようとしてるんですよ。天気図が出てこないですねダメだな。まあね、日本といえども狭い島国といえども縦に長いですからね。石井さん、仙台は昨日から雨天気です。仙台は秋気温、ああね、もうやっぱ涼しいぐらいなんでしょうね。クジラマさんこんにちは。2008、11月納車ということでおめでとうございます。嬉しいですね。11月ってもうすぐじゃないですかね。もう10月ももう今日11日ですよ。楽しみにしてください。ボンさんこんにちは。天気がいいのでドライブにでもと思ったのですが、結局家にこもっているので参加します。ありがとうございます。車多いですね。やっぱりお昼ご飯外で食べに行きましたけれども、車多いなと思いました。田野内さん、こんにちは。208動画のパート4は後で見ることにします。ありがとうございます。208の動画、ちょっと前に確認をして、内容が良かったもんですから、まあライブ放送前でしたけれども、まあアップしとけと思ってアップいたしました。今回は長丁場ですけれども、ちょっとパート3までは若干褒めすぎたところがあったので、ちょっとパート4は、多少ここをこうした方がいいんじゃないのかなと、いった話も
混ぜ込んだものになっておりますので、ぜひ皆さん、このライブが終わってからご覧ください。でうまくいくと、さっき2008の概要もできたというふうに、編集から話がありましたので、それをまた私が確認して、よろしければ今日、まあ、今日の夜ぐらいに、ちょっとアップしすぎかな今日、まあ、今日の夜か明日かになるか分かりませんが、アップしたいと思っております。それからヒデモンさん、台風 U ターンしましたねと。そうそうそう、戻ってくるという話もなんかあったそうですが、私はそれ見てないんですけれども、家族が言ってましたが、まあ、戻ってくるのかな分かんないけれども、赤木さん、迷子になった台風アンドリューさん、千葉県民ですが、雨がパラパラ、若干肌寒いですということでね、やっぱ関東の方は雨なんですね。慶太さん、今日のターンをテーマを教えてくださいということですが、今日は、ね、テーマはとりあえず車について語ろうという、もうざっくりしたテーマ、特に、まあ、一応ね、今週シトロエンのベルランゴを、まあ、4日間は一応借りてたんですが、まあ、実質的には、2日半ぐらいですかねと2008に、金曜日じっくり乗りましたので、その話もまあ盛り込みながら、なんか車の雑談雑談ちょっとやめて、視聴者の皆さんといろいろ話ができたらいいなというふうに思っています。ヒデモンさんはテーマなしがテーマといただいてますけど、まあそんなもんですテーマなしがテーマというような感じですね。そうそう、石井さん、変な台風ですねということで、そうなんです。で私はまあ別にあれなんですが、先週もちらっと言いましたけれども、私明日から4日間休みをいただいておりまして、沖縄の方へちょっと行ってまいりますので、実はまあ先週の水曜日あたりはもうこの台風でドキドキしておったんですが、まあ、なんとか早いとこそれていっちゃってくれたもんですから、とりあえず安心しながら今日ライブ放送できると、こういうわけであります。人参さん、ちょっとあれですね、追突事故に遭われたということで、 V90D4 から V90 クロスカントリー T6 のプロに乗り換えましたということで、乗り換えましたの後に何でおにぎりのマークなのかよく分かりませんけれども、ディーゼルから T6 に買い替えられたんですね。ちょっと大丈夫でしたですか、追突事故。まあボルボだからね、相当頑丈とは思うんですけれども、KN さん、昨日プジョー岐阜にて2008とベルランコ試乗してきましたということでね、素晴らしい、ありがとうございます。KN さんはあれですよ、この間2008 の, ライブ出てくださった方なんですよ。あの時に2008乗ってくださってるのに、もう一回、確かめに行ってくださったということでね。で、大雨の中行った甲斐ありまして、ミニカーゲットしましたというふうにいただいてます。よかったですね。石井さん、いつものフリートーキングがテーマかな。まあそんなようなもんですね。こんなトークがしばらく続くと思ってください。ひでもさん、沖縄いいな、お気をつけてということでありがとうございます。赤木さん、 GoTo キャンペーンですか。そうですね、妻が沖縄の出身で、実家が沖縄なもんですから、私今年の6月に、次女が生まれたんですけれども、やっぱりコロナの影響でちょっといつもだったらもうちょっとね、早めに見せてあげたかったんですが、ちょっとコロナの影響で行けなかったなということで、で、まあ、だいぶ落ち着いてきたし、まあ行くなら今かと、まあ、完全になくなってるわけではないですが、もう行くならまあ多少今落ち着いてる今ぐらいかということで、急遽先月ぐらいに決めまして行くことになりました。でまあその GoTo トラベルがあるっていうことで見てみたら、随分安くなるもんですね。驚きました。北斗健太郎さん、いいな、沖縄楽しみですねということで、もう楽しみなんです。天気も良さそうなんでね、嬉しく思っています。渡辺博さん、こんにちは、こんにちは。先週はスピーカーモレルの話が出て、書き込みされてる方いらっしゃいましたね。いろいろ書いていたらエンディング曲が流れたので書くのをやめましたということで、そうですか、それでさらりと楽しかったですになりました。恐れ入ります、ありがとうございます。まあ、そのモレルっていうのは分かんないもんですから、もしよかったら今日書いてください。ともゆき70さん、こんにちは、これから参加しますということでありがとうございます。北斗健太郎さん、豪華キャンペーンで沖縄へということで面白いですね。シャルル東京さん、沖縄ではまたオープンカー乗るのですかということで、まだって言われるんですが、実はもうしばらく乗ってませんで、一番最初に、それこそあれですよ、顔合わせのご両親、両親に顔合わせ挨拶しに行った時は1シリーズのカブリオレを借りたんですね。で、その後はうちの両親と妻の両親の顔合わせで、その時はまあプレマシーでした。で、まあ、そのどうでもいい話ですけどね。その後に、イボークのコンバーチブルで、フリードこのイボークのコンバーチブルと、フリードは豪華チャンネルで出しましたよね。でその後は、
シエンタを実は借りて、シエンタ実は撮ったんですが、オートプラネットチャンネル用に撮ったんですが、オートプラネットにシエンタが全然入ってこないもんですから、撮るだけ撮ってずっと編集せずに、放置してあるというような状態ですね。それから前回 その前シエンタの次がマーク X だったのかな、この間がマーク X だったんですかね。でマーク X はもう生産が終わるということで珍しいロキトにもう乗っとこうかなということでそういうふうになりましたけれどもね。シャルル東京さんそんなお答えでいい。で今回は何を借りるかっていうと、一応セレナを予定しています。でまあ、なんでセレナかっていうと、ステップワゴンとどう違うかっていうのを、試してやろうと思って、セレナを借りました。セレナクラスでも日産レンタカーでセレナクラスだったら多分セレナだろうと思うんですけどね。渡辺健二さん、ゴーカーさん第2子おめでとうございますということで、いえいえありがとうございます。もう、3ヶ月過ぎまして、すくすく育ってくれています。赤木さん、日本では販売されていない車で欲しい車をメーカーごとに紹介する。なるほどね。渡辺博さん、モレルはイスラエルのメーカーなんですか。税金などの関係で登録はイスラエルになっていて、実際はアメリカのメーカーなんですね。カーオーディオショップの人が教えてくれたと。カー用品、量販店には置いていなくてもカーオーディオ専門店に行けばあると思いますということで、そうなんですね。ともゆき703、私が行ったディーラーでは208のミニカーがすぐなくなってしまったとのことで、2008ミニカーは抽選とのことになりました。各ディーラーちょっと随分苦労しますね。石井さん、私も昨日デビューフェアで 2008GT ラインを試乗してきましたと。おお、そうですか。石井さんもいいですね。どんどん乗られてますね。208とはまた違った乗り味でしたが、とても良い乗り味でした。外観内装質感も高く、非常に魅力的な車だと感じました。エリクサーレッドの素敵なミニカーいただきました。笑いというふうに出てますね。ありがとうございます。杉直さん、沖縄にはスーパーカー級のレンタカーがあるみたいです。ありますよ。もう沖縄はとにかくレンタカーはいろいろある。高い。でもそれはとてもじゃないけど借りれる気はないです。赤木さん、セレナの e パワーですかって、多分 e パワーではないと思うんだけどね。私も実はセレナの e パワーを借りたくて、セレナの e パワーで絞って検索してたんですが、出てまいりませんでして、単なるセレナとしか書いてなかったら、多分普通の S ハイブリッドじゃないかなというふうに思っています。世間話だけで随分私は時間を取っていることを今気づきましたけれども、すいませんね、まあ、こういう世間話をやる、今日はさらにテーマが、特集のテーマがほぼありませんから、ゆるゆると進んでいくという、回になると思います。それも今回のゴーカーチャンネルライブは、まあ、いつから数えてかは知りませんけれども20回目ということで、まあ、記念すべきって中途半端って中途半端なんですが、まあ、とりあえず、20回目のゴーカーチャンネルライブスタートいたしましょう。ゴーカーチャンネル、はい、皆さん改めましてこんにちは。ご機嫌いかがですか。2020年10月11日ですね、時刻16時13分30秒私の方では回ったところですが、ゴーカーチャンネルライブ、今申し上げた通り第20回目でございます。今ねここの部屋ね結構冷え込んでてね、いいかなと思ったら暑くなってきたんで、ちょっと窓を開けさせてくださいね。始まったすぐに申し訳ないんですが、ちょっと暑いので、開けさせてもらいます。ただね、今度これね、火をね照るとまたあれなの で開けたら逆に暑かったりしてね。でもエアコンをかけるほどではないんですよね。まあこれでいきましょう。名前が出てるのに人がいないと、大変失礼いたしました。ところでオープニングトークなんですが、まあ、先ほどちょっとちらっとお話したんですけれども、実は先週は視聴者の方がたくさんって言っても3名なんですが、お越しいただきましてありがとうございました。まず、まあ、先週のライブ放送でやり取りしてたので、先週のライブ放送もご参加していただいた皆さんはご存知かもしれませんが、ここでは内藤オレンジさん、今日内藤オレンジさんはいないのかな、内藤オレンジさん、もう本名で言っちゃっていいということで、山下さんという方からがお越しいただきまして、ね、まあ
いつぐらいのライブでしたかね、3、4回前のライブで、私と全く同じ見た目とグレードとエンジンを搭載した車 V60 のクロスカントリーにお乗りの方で、私はもうすぐ10万キロなんですけれども、山下さんは15万キロ走っているということで、その15万キロの、ボルボで、会いに来てくださいました。で、その時の写真がありまして、こっち 手前にある、右側にあるのが私の V60 クロスカントリーで、左側にあるのが、山下さんの V60 クロスカントリーということで、お互いに珍しい車なのに2台並んで、興奮して写真を撮ったんですけれども、まあ、天気がね、ちょっとあまり良くない日だったんですが、こういうふうに撮ることができました。で、そうそうね、もう山下さん顔出ししていいって言っていただいたので、まあ、こういうふうに、記念写真も撮らせていただいたんですけれども、まあ、静岡のもう本当東の方にお住まいの方で、それも一般道でお越しいただいたということで、非常に時間はかかったと思うんですが、お越しいただきましてありがとうございました。こうやって話しててもこちらには特にコメントがないので、ちょっとナイトルニーさん今はリアルタイムではいらっしゃらないのかな、そんな感じがいたします。ひでもんさんから間違い探しみたいだったというふうにいただいてますね。そうですね、あ、豊さんこんにちは、遅れましたということでありがとうございます。で、実は、山下さんその後、まあ、いらっしゃっていたんですけれども、先週の金曜日、新しい2008の撮影をして、するもともと予定だったんですが、そのちょっと前にですね、先ほども書き込みのありました北斗健太郎さん、C3 エアクロスにお乗りの北斗健太郎さんが、オートプラネットちょっと行ったことないのでぜひ行きたいというふうに言っていただきまして、まあ、北斗健太郎さんちょっと事前に写真出していいですかって聞いてなかったもんですから、ちょっと写真は、ね、いろいろプライバシーの問題があるので、出しませんけれども、お越しいただきましてありがとうございました。ララポートの名古屋港っていうところですかね。で、シトロエンの展示イベントがあるというふうに先週のこの豪華チャンネルでも、ニュースとしてお送りしましたが、それをご覧に行かれた帰りに、オートプラネットにお入りいただきました。で、2008の撮影を、まあ、大雨の日だったんで、それこそ台風来る直前ですからね、大雨だったんですが、まあ、せっかくオートプラネットお越しいただけるんだったら、まあ大した撮影はしてませんけれども、豪華チャンネルの撮影どんなもんかご覧になられますかというふうに、ぜひ見たいというふうに言っていただきましたので、初めてですかね、公開というほどのもんでもないんですが、まあ、こんなふうに撮ってるよというのを、ご覧いただきました。で、すごい、まあ、喜んでいただいて、でね、北斗健太郎さんも、シトロエンにお乗りですから、プジョーの2008はすごい、興味をお持ちの方ということだったので、すごく、喜んでいただけたのも良、かったかなというふうに思っています。で、実は、昨日なんですが、ノリアラ、そうですね、ノリアラさんさっき書き込みありましたよね。ノリアラさんいらっしゃいますか。ノリアラさんがいらっしゃいまして、ノリアラさんもちょっと顔出しはいや、ちょっと恥ずかしいのでということで NG ということだったので顔は隠してあるんですが、ノリアラさん実は、まあ、以前1ヶ月ぐらい前かな、このオートプラネットの S60 をちょっと興味があるということを1回見に来てくださって、その時もご挨拶はさせていただいたんですけれども、このまたね、ノリアラさんもこの遠い方で、岐阜の高山っていうもう北の方にお住まいの方で、オートプラネットまで高速を使っても3時間ぐらいかかるという、のにもかかわらずいただいたんですが、車をご購入いただきまして、皆さん拍手してください、その時の写真がこちらです。ちょっと顔はね、ニコちゃんマークにしてありますけれども、V60 の D4 ダイナミックエディションというなんで左にまたなんかさっきの山下さんがいるのって思えるかもしれませんが、実は山下さんも、まあ、ノリアラさんとはツイッターでもつながりがあったし、このゴーカーチャンネルでのこのコメントのやり取りでも、実際にお会いしたことはないけれどもやり取りがあったというようなことで、お越しいただいたんですね。またでお越しいただいて、まあ、おめでとうございますということで、一緒に祝っていただいたということで、まあ、プチオフ会というほどでもないんですけれども、まあ、プチ豪華チャンネルの交流会ができて、私はとても嬉しかったんですが、ノリアラさんも今までは輸入車には乗られたことなかったようで、ずっとこのね、ディーゼルとか、特にボルボの、その
安心感かな、そういったところが非常にこう気になっていて、今回 V60 でその実は以前ライブ放送で私もその V60 のディーゼルで距離長く乗るし、山下さんも乗られるということで、その話を聞いてやっぱ耐久性があるんだということで、オートプラネットの V60 を選んでいただきました。で、ゴマラちゃんなんで映してるのかっていうと、まあこれはあまり深い話は言わないでおきましょう。まあこの508でも話をして、でまあ山下さんと乗り原さんとちょっと一緒にいろいろお話をして行ったというわけでございました。私も実は今まで豪華チャンネルを見て車を買いましたとかいうようなお話はもちろんこのライブ放送とかでもいただきましたけれども、実際にそのお会いして私も話しながら、私はそのオートプラネットに常駐しているもんですからね、オートプラネットで買っていただいたというのは初めてのことだったんですね、この乗り原さんに。だから私もすごく嬉しくて、それも私の乗っている V60、まあ、クロスカントリーとノーマルとの違いはあるとはいえ、買ってくださったということで私もすごく嬉しく、思っております。まあ当初と予算よりはちょっとオーバーしちゃったということでしたけれども、まあぜひ私も、あとあとやっぱあれはつけておいた方が良かったなっていうものに関してはおすすめをさせていただいたので、きっとそれはあのあとあとまあ良かったかなというふうに思っていただけるんじゃないかなというふうに思っております。コメントを続々いただいておりますね。石井さんから豊さんへよろしくお願いいたしますということですね。赤木さん、昨日ボルボの V60 現行型見ましたということで、私まだあんまり現行型の V60 マジで見たことないな。鈴木隆さん、山下さんのはポールスター入れてますよねという、よくご存知ですね、入れてるんですよ。会ったことないですよね鈴木さんね、もう誰がどこかで会ってんのかなと思っちゃいますよね。豊さん、皆さん今日もよろしくお願いしますということでありがとうございます。赤木さん、ヨーロッパのナンバーの上に日本のナンバーがある理由は何でですか。理由というか、まあそれはヨーロッパ的な、私も実は昔、やってたんですけれどもね、今のボルドにはちょっと私はドイツのヨーロッパプレートなので、それはもちろんあれですよ、日本のナンバープレートの上に貼っちゃダメですよ、こうヨーロッパのテイストを感じさせるためにそういう、まあ、一つのファッションというのでは違うのかな、まあ、そういうような、ところだと思います。渡辺健二さん、豊さんよろしくお願いしますというふうにいただいてますね。KN さん、ミニカーゲットできなかった方に朗報です。プレゼント品のミニカー1100円で販売していますよ。無料が目的の方には残念ですかということで、なかなか難しいところですね。RS カートノさん、パチパチ、あ、乗原さん見てるのかな、パチパチいっぱい来てますよ、ありがとうございます。渡辺博さん、私の経験上の話です。カーオーディオ用のスピーカー2から3万円はツイーターとウーハーとパッシブネットワークを価格内に揃えるだけで精一杯で、メーカーの違いはほとんどないと思います。おう、30万以上になると物量が投入し作られ、こう続けがたい感じになる。なるほど。面白いのはその中間の価格帯のスピーカーだと思います。モレルの、スピーカーはフォーカルのような音がします。女性の声の音域が色っぽく聞こえます。あ、そうなんですね。オーディオ評論家でいらっしゃいますね、渡辺です。シャルル東京さん、おめでとうございます。パチパチと。北さん、欧州車乗りの人がよくやっているカスタマイズですね。そう、カスタマイズって言葉が言いたかったら出てこなかったありがとうございます北さん。タカタカさん、ご購入おめでとうございますいただいてますね。北斗健太郎さん、豪華さんの運転で2008の鉱石堪能させていただきましたということで、いやいや、よかったです。ありがとうございました。石井さん、皆さん V60 ボルボ憧れますねと。お、ボルボ憧れの的ですね。小野沢さん、ご購入おめでとうございます。赤木さんから北さんへありがとうございます。あ、のりやさんいた。わあ、皆さんありがとうございますといただいてますね。北斗健太郎さんからもご購入おめでとうございます。KN さんからもおめでとうございます。ボルボライフ楽しんでくださいねと。KN さん、トヨタ博物館からオートプラネットに行けばよかったなと。そうそう。昨日その、のりやらさんと山下さんがいらっしゃった時に、実は KN さんはそのプジョー岐阜に行かれた後に、私の先週のトヨタ博物館が面白いですよというふうな話を、覚えてくださってたみたいで、トヨタ博物館行かれたらしいんですね、ここから30分ぐらいのところに。だから帰り寄っていただければ本当にちょっとしたプチオフ会ができたんですけれども、惜しかったですね。ゆうさん、こんにちは。北斗健太郎さん、これからのボルボライフ楽しみですねということで、いただきましたね。鈴木隆さん、ツイッターで知りました。
山下さんの V60 のポールスターの話かな。のりやらさん、ありがとうございます。ライブ等々を拝見し、そしてお店でゴーカーさんから実際にお話を伺って、本当に車の良さが伝わりましたということで、ありがとうございます。あ、100人行きましたねと。ヒデモンさん、ヒデモンさんはまみにね人数の報告をいただくのでありがとうございます。石井さん、ボルボは長いお付き合いができる車みたいですので、買って後悔はなされないと思いますね。ご購入おめでとうございますということで、のりやらさん、ボルボライフ本当に楽しみしかありません、皆さんありがとうございますということで、本当にねいい、視聴者の皆さんに囲まれて、本当にありがとうございます。皆さん温かく、新しいボルボのこの新型の、新型というか、新しい相棒のね、門出に、お祝いの言葉をいただいております。それから、鈴木隆さん、のりやらさん、これからもボルボの台数が増えますかって。そうそうそう、のりやらさんは実はツイッターで毎日、ボルボの目撃台数と、PSA グループの車の目撃台数じゃない、車種を書き込みされてるんですが、それを続けるのかどうかって質問ですね。のりやらさんから、鈴木隆さんへ、どうしようかな、でも興味あるので見ていこうかなというふうにいただいてますね。 S550 ロンロングショーファーパッケージさん、はじめましてこんにちはということで、なかなかこれ S550 お乗りの方なのかな。サーコーさん、確かに私もボルボユーザーですけど、いい車ですけど道南地区の代理店が変なので、真面目なディーラーや指定店なら実にボルボは乗りやすい車ですね。私もボルボ S60 に乗ってますということでね、 S60 もいい車ですよね。まあ、のりやらさんも S6、まあ、もっと荷物をねやっぱたくさん乗せられるということで最終的に V60 にされたんですけれども、私も同じような実は、傾向でありまして、3年半ぐらい前に S60 にしようかなと思ってたんですが、やっぱり、もうちょっと物が 乗った方がいいなというような話と、着座点が高い方が見晴らしがいいからということでクロスカントリーになったと、こういうわけでございます。いやね、まあ、こんなことで、ちょっと今山下さんがいないのが、ちょっとコメントのところにいないのは残念ですけれども、まあのりやらさんね、非常に皆さんからお祝いしてもらって、これからのボルボライフぜひ楽しんでくださいね。ディーゼルはいいですよ、本当に私も乗ってるので、自信を持って、お勧めしたいと思います。あ、 S550 ロングショーファーパッケージさん、 S550 さんでいいですかちょっと長いんで、S550 とプジョー3008に乗られてるんですね、いいですね。あ、クラフトサウンドスタジオさん、のりやらさんおめでとうございます、ボルボライフ楽しんでくださいということで、クラフトサウンドスタジオさんも、ボルボ XC40 乗りの方ですからね。ボンさん、のりやらさん遅ればせながらおめでとうございますというふうにいただいてます。あ、素晴らしいな。あ、のりやらさんから、ライブでこんなに皆さんに祝っていただけるなんて、もちろん生まれて初めてです。涙流しながら喜んでいます。もう本当に納車が楽しみで楽しみで仕方ありません。いやー、のりやらさんもね本当にあの素敵な方でいい方でね、もうね本当にいい視聴者の方に恵まれているゴーカーチャンネル、本当に皆さんありがとうございます。そんなところでいいですか、のりやらさん、こんなところでもうちょっとなんか言いたいことあれば書き込んでくださいね。あとは山下さんがねどういう方針になるかは分かりませんけれども、まあ、あんまりそのことは言わない方がいいかもしれませんので言わないでおきますが、まあ、ボルボのディーゼルが今後もう数があとは減っていく、距離の少ないものが減っていくということを考えると、いいタイミングでのご決断だったのかなというふうに私は思っております。石井さんから、のりやらさんへ、いつかオーナー目線でボルボのコメントをお願いいたしますということで、そうですね、あのやっぱりオーナーになったからこそ見える点っていうのはあると思います。私も、まあ、ちょこちょこ文句言ったりいろいろしてますが、気になるところはやっぱ気になったところでお伝えして、正しい情報をお伝えして、これは私だけの力ではなくて視聴者のオーナーの皆さんの、声もぜひ、お聞かせいただければ幸いでございます。では、本編へ入ってまいりましょう。まずはホワイトハウスニュースから入ってまいりましょう。はい、ホワイトハウスニュースであります。でホワイトハウスニュース、実はあんまりニュースがないんですけれども、ちょっと飲まさせてくださいね。S550 さんから、のりやらさんにおめでとうということで、何人の方からおめでとうって言われました。もうすごいですね、のりやらさん、よかったね、本当に、素晴らしい、話だなと思います。
ではニュースいきますよ。そんなないって言いましたが、まずはベルランコなんですけれども、ベルランコのカタログモデルの日本導入記念仕様の、XTR パックなのかエクストラパックなんかどっちなんですかっていうふうな話をして、どっちかよくわからないって話なので、まあどっちでもいいみたいですが、追加生産が決定したそうです。最初何台限定だったのかな、なんか限定だったのがまた追加されたというようなことですので、喜んでください。私これ現車は見たことないんですけどね、オレンジのアクセントがこう特徴でありまして、ホイールも、デザインがちょっと変わりましてね、これが装備されております。でインテリアはあのノーマルのベルランゴはここら辺がグリーンなんですが、これはオレンジなんですね。だから全体的にそのオレンジがちょっと特徴になってくるというわけだそうでございます。では続いてのニュースへ行きましょう。アウディなんですが、アウディから A4 が、マイナーチェンジ、ビッグマイナーと言ってもいいかもしれませんね。まあヨーロッパの方ではもう随分前に出てて、まだなのかなまだなのかなと思ってたんですが、やっと導入されることになりました。随分変わりました雰囲気が、エクステリアはフルモデルチェンジに匹敵するほどの大幅な改良を実施しているんだそうです。さらに 12V のマイルドハイブリッドシステムを搭載。これがね私よく分かんなくてね、今まで上級のものは 48V だったですよね。それが今回 12V になって、そのボルト数が減るとどういうところに違いがあるのかなというのはちょっとすごく興味があるんですが、ちょっと気になります。で、グレード構成がベース、アドバンスド、S ラインというふうに3種類を、設定されたそうでございます。そうかそうか、2016年に出てますから 4年ぶりで、ビッグマイナーチェンジをしたということなんですね。ドアパネルに至るまで改良加え。そんなに変わってます？なんかそんな変わってんのかな、あんまりよく私分かって、顔つきは随分変わったな、ちょっと顔はまたちょっとくどくなったなっていう気はしなくもないんですが、まあ、最近どこのメーカーもくどいですからね、こういうくどいのが流行ってるのかもしれません。センタースクリーンはタッチパネル方式になったというようなことですね。うん。で、1.4リッターはとりあえず今はないのかな。2リッターの150馬力と4号の249馬力で、12V のリチウムイオンバッテリーを用いたマイルドハイブリッドということですね。あ、でも 12V でもコースティング時にはエンジン完全停止するんだ。回るんですね 12V でも。へえ。で S4 も出ますね。で A4 オールロードクワトロもあるということで、まあこれはね、まあ近いうちにまた試乗車が出ると思いますので、それはまた見たいなと思いますけれどもね。いいですね、エアコンはちゃんと物理スイッチ残ってますね安心しました。あ、でも中央のディスプレイが随分大きくなった感じしますね。私はねこっちのレイアウトの方がいいと思うんだな。あの上級の、 あの低いところに、あるものよりも私はこっちの方が、理にかなってるんじゃないかなというふうに私は勝手に思っております。コメントを全然ちょっと見てなかったんですが、のりあらさんから石井さんへ、そんなことができるように毎日いっぱい楽しめたらと思いますということで、S550 さんベルランゴ欲しいといただいてますね。ひでもんさん、ベルランゴめっちゃ CM やってますね。あ、そうなんですか。私2008のコマーシャル多いなと思って見てますが、渡辺博さん、カンオーディオ用のモレルのスピーカーネット、パンチングメタル多数の丸い穴を金属板に開けた板の穴なんですが、スピーカーネットに使われる一般的な穴系や、かなり小さな穴が開いていたりします。これは音を良くする音の通り抜けのためで、特許らしい。おお、なるほど。メルセデスベンツの S クラスのフロントのスピーカーネットも同じような感じなので、特許に触れないようにしながら同じような効果を狙っているのかなと思ってみて。マニアックな話ですね。はあ、なるほど。石井さんからのりあらさんへ、まずはとにかく目いっぱい楽しんでくださいね、羨ましいといただいてますね。ゆうさんからやっと来ますか A4 ということで、やっぱ待ってた方が多いんですね。北斗健太郎さん、今日初めてシトロエンベルランコのテレビ CM 見ましたというふうにいただいてますね。私昨日あのおぎやはぎの愛車遍歴を見てたらベルランコ出てますのコマーシャルやってました。それで初めて見ました。208やってましたけどね。なんか世界のいろんなカーオブザイヤーで一等賞になった車をかき集めて、それの中から、
一等賞を選ぶというような中 でヨーロッパカーオブザイヤーでプジョー208をが取ったもんですから、それも紹介してましたけれどもね、かなり、矢作さんが楽しいなって言って、なんか、私もなんか同じようなコメントしながら乗ってたなと思って見てたんですが、やっぱ楽しいんですよね。またあそこサーキットで乗ってましたから余計楽しいと思いますけれどもね。ヒデモンさん、やっぱりアウディもかっこいいなと。ともゆき70さん、ベルランゴはもっとボディカラーの種類があればいいのにといただいてますね。そう、ちょっと動きがあるようですけどねまああんまりちょっと言わないと、言っちゃダメかもしれないので言わないでおきますが、入れ替わりがどうもあるようです、ボディカラーの。ボンさん、今週末は2008のフェアと、ララポートでのベルランゴのイベントが重なって、ホワイトハウスさん大変ですよねということで、そうなんですよ。ララポートのイベントはメーカー主催なんですが、やっぱりホワイトハウスからも、人材を投入しているということ で2008のフェアもやってるから大変ですね。私は何もやってないからいいんですが、夕日亭西美さん、ご安全に遅くなりました。そうですね、夕日亭西美さん、いらっしゃいませ、高高さん、 A3 の日本導入は来年かな。そうですね、なかなかちょっとアウディは遅れ気味でありますね。豊さん、シトロエンがコロナ騒ぎの中日本での販売絶好調らしいですね。あ、そうですね、これも私記事を見ました。ジャイア日本自動車輸入組合の、まあ、統計が毎月出るんですけれども、非常にシトロエンが、好評、まあ好評といっても去年までがあんまり車がなかったですからね、そこから矢継ぎ早に出てきたもんですから、そういうのもあるかなとは思うんですけれどもね。赤木さん、フルモデルチェンジとマイナーチェンジの基準が最近わからなくなってきた、うん、全く変わらんような N1 がフルモデルチェンジって言って、随分変わった A4 がフルモデルチェンジって言うっていう、マイナーチェンジっていうね、本当それはそう思います。アンドリューさん、アウディは日本導入が時間かなりかかりすぎなイメージがあって残念です、クショと。そうですね、あ、浜田さん詳しいな。 A3 は来年5月予定らしいですということらしいですよ。私は知りません。菅原さん、初めての方かな、ベルランゴを見てきました。スライドドアも手動ですが思ったより軽く開けました。そう、軽く開けれるんですが、閉めるのにちょっと力いるんですね。あれ電動になればいいなと思ってるんですけれども。石井さん、まずはエアコンの物理スイッチ大事ですよね。そう、そう思います。高高さんから浜田さんへ教えていただきどうもありがとうございますといただいてます。サーコーさん、確かにアウディ A4 とか A8 は好きですね、今のデザインが好きですねといただいてます。ユウさん、アウディの物理スイッチ押し心地にこだわりがあるっていう話聞いただけにそれをやめちゃうのは惜しいです。あ、でもね、アウディ の上級モデル のディスプレイもカチッってなるんですが、あれもなかなかいいフィーリングですよ。だからそこにこう受け継いでるのかもしれない。夕日亭西美さん、ベルランゴ、エクストラパックで、白ボディ選べるようになったみたいですね。あ、そうなんですか、私それ知らなかった。そうなんですね。赤木さん、ベルランゴより208とか2008の CM の方が見るなといただいてます。北斗健太郎さん、ベルランゴの薄いグリーン色は、本国では生産やめるそうですね、可愛いのになといただいてますね。まあ、昨日は山下さんさっきいらっしゃったって話したんですが、まあ、ここでは言いませんけれども、ちょっと面白い例えしてましたけどね。ボンさん、プジョーはタイヤのせいで9月登録しそこねた208が多いらしいですねということで、そうですね、ちょっとタイヤの、ちょっとした、これはもうお役所のなんか細かいことらしいんですけれどもね、ちょっとそんなことになっちゃったそうです。石井さん、今日は常連の皆さんが続々とご参加のようですねということでね、ありがとうございます。多くの方見てくださってますね、ありがとうございます。ではの前に KN さん、ベルランゴの大柄ボディを軽く走らせるディーゼルエンジン2008に搭載されないかなということで、搭載してほしいですよね本当そう思います。では続いて、ホンダのニュースですが、 NBOX シリーズが2020年度の上半期の新車販売台数第1位を獲得ということで、 NBOX も随分売れてますね。上半期4月から9月までの販売台数が9万612台ということで、登録者を含む新車販売台数において第1位を獲得したというわけなんだそうでございます。はい、では続いてのニュースはこちらです。シビックのタイプ R 出る出ると言って、伸びておりましたけれども、やっと出たそうでございます。そう、これの話かな。リミテッドエディションというのが200台限定で、さっき赤木さん確認されてたけど、もう売り切れちゃったのかな、ということなんだそうでございます。
これは何どうよく分かってないんで、あ、別物ですよね。だからタイプ R とタイプ R リミテッドエディションってのは別物なんですよね。徹底した軽量化と、専用装備によりピュアスポーツ性能をさらに向上と、また初代シビックタイプ R を想起させるサンライトイエロー2を専用色、あ、黄色があるの、本当あるのってもう売れちゃったんだよね。黄色いいな、おー、いいじゃないですか。うん、今のシビックタイプ R は乗り心地は大丈夫なんですかね。一時期シビックのタイプ R を後ろから見てると、タイヤがほとんど動いていないようで車ごと動いてるような動きを見て大丈夫かなと思ってたんですが、乗り心地ゴツゴツしてないのかなと思って見たことがありますけれどもね、しなやかな足になっているといいなと思います。はあ、シリアルナンバー11から200番の車両につきましては予定していた販売台数が全て終了して、シリアルナンバー1から10番の車両の商談券というのがあるんですね。抽選という、はあ、いやーなかなか面白いもんですね。ちょっとお茶を、お茶じゃない、ポカリスエット飲みます。ヒデモンさん、 N ボックス見ない日がない笑いっていただいてます。あ、ツーさんこんにちは、ありがとうございます。最近いつもねありがとうございますね。 N ボックスの販売台数にうちの1台も入ってますということで、あ、ツーさん N ボックス買われたんや、そうなんや。菅原さん、2008も試乗して欲しくなっちゃいましたが、リフターの登場が楽しみですと、最近のプジョーはなかなかやりますねということで、やりますよ。赤木さん、 N ボックスはいい車、TM さんシビックいけてるよねといただいてます。豊さん、ホンダも N ボックスが大黒柱になってしまいましたね、てんてんてん、ホンダのイメージもだいぶ変わりましたねと。そうですね、もうちょっと大きい方でもね頑張ってほしいなという気もしなくもないですが、スポーツモデルの印象が強いホンダ、昔はそういう印象がありましたけど、まあでもね、こういうシビックのタイプ R が出てくるというのは、まあ、ある意味一つ良かったというか嬉しいなというような印象は私は個人的に感じております。ヒデモンさん、冷却は改善されたのかな、夏の日本のサーキットではオーバーヒートはまともに走れないって聞いたけど、あ、そうですか、シビックのタイプ R の話ですかね。はい、というように今日はねニュース少ないんです。こんなところでございます。でもこっからのホワイトハウスニュース、オートプラネットの新入庫車両がまあとにかく台数が多いです。ではそっちへ入っていきましょう。はい、コメントちょっといただいているので、その前読みたいと思うんですが、KN さん、そんなゴツゴツの車に20インチのホイール改善されているといいですねというふうにいただいてますね。2さん、家内の N ボックスですと、私は 523i ですが乗り換えようかどうしようか迷っていますということで、あ、2さん何に乗り換える予定なんですか。前書き込み知りたかったかな、ちょっと忘れちゃった。石井さん、走り屋さんの車ですかね、シビックで。そうですね、シビックのタイプ R はかなり走りの好きな方の車だと思います。ヒデモンさん待ってましたといただきました。まずジャガーからです。ジャガー、オートプラネット名古屋には、ジャガーランドローバーアプルーブドセンター名古屋東という、部門がありましてね、認定中古車を扱っているところがあるんですが、この車が入ってまいりました。ジャガーの XES です。2018年式14,000km、399,900円です。珍しいです、この S っていうのは。あの V6 の3リッターのスーパーチャージャーだったと思うんだけどな、6気筒エンジンの、モデルでございます。ほとんどが、ね、4気筒のガソリンかディーゼルが多い中で、随分走りに振った、グレードの車が入ってまいりました。2018年式の14,000km、距離も少なめですね。アンズノエブンさんもこんにちは、車洗っていて遅れましたということでありがとうございます。車綺麗になってよかったですね。アンズノエブンさんのところは大丈夫ですか。関東雨の方が降っている方多いっていう風な話でしたけれども、TM さん、XE も400万切ったかって、それもこれ S ですよ。 S で400万切っているわけですからね。渡辺健二さん、黒のジャガーかっこいいといただいてます。そうそう、先々週ぐらいでしたかね、オートプラネット久しぶりに誰もいないオートプラネットでジャガーの XE のグレーを、紹介 しましたけど、もうあれすぐご制約いただきましたね。やっぱあの組み合わせおしゃれだったもんな、いいなと思います。
村山さん帰宅しました、これから参加しますということで、帰宅早々ありがとうございます、すいませんね、まあ、休みながらご覧ください。豊さん、ジャガーの左右対称のインパネは相変わらず好印象ですといただいてますね、なかなかいいもんだと思います。では続いてはこの車です。ジャガーの F ペース R スポーツ 20D です。2017年式の29,000キロ、569,900円、これはクリーンディーゼルエンジンを搭載したモデルですが、ホイールがこれは22インチを履いてましたね。もうびっくりした、でっかいホイール履いてるなと思って見てたんですけれども、これはディーゼルエンジンの方ですね。あんなライトついてたのかな、私知らなかったんですが、まあ、グレードによって違いがあるのかもしれませんけれども、流行りのアンビエントライトがついてましたね。ヒデモンさん、黒ジャガー渋いと。石井さん、ジャガー新車は全く手が届きませんですけど、かっこいいですねということでね、中古車は、ね、なかなか魅力的な価格も多いです。豊さん、お風呂洗い指令が出たので少々席外します、頑張ってきてください。アンズの親分さん、午前中雨でしたが午後はピーカンでしたということで、やっぱアンズの親分さんは神奈川県だからもうちょっと、西の方だからやっぱなんか動きが分かりますね。赤木さん、22インチあまり聞いたことがないということでね、これもオプションのはずですよ。まあ、F ペースもマイナーチェンジが本国で確かあったと思うんですが、しばらく乗ってないんですが、どんな風に変わるかっていうのを気にしています。続いてルノーのルーテシアインテンスです。2016年式の24,000キロ、135,900円です。上級グレードのルーテシアですね。まあ、おしゃれなフランス車ですよこれもね。石井さん、豊さん、お疲れ様です、お早いお戻りよといただいてます。赤木さん、シビックタイプ R で20インチなのに22インチかということで、まあ SUV ですからね、インチが大きいのはまあいいんじゃないですかね。TM さん、 F ベースのスタイリング好きやわといただいてます。 KN さん、 SUV のディーゼルちょっと高いなといただいてます。はい、では続いてはこの車です。シトロエンの C4 ピカソであります。 1.6T エクスクルーシブ、初代のモデルですね。2011年式63,500キロ、799,900円ですよ。7人乗り799,900円。まあ年式ちょっと古めで、距離もちょっと多いんだけど、ガラスルーフでこの開放感、799,900円ですよ。まあ日本っていうのは本当に面白いなと思うんですよね。まあこういう車がこの値段で買えるっていうんだったら、なかなかの魅力かなと思います。まあ隣にもあります。先週か先々週ご紹介しましたけどね、あちらはもうちょっと年式が新しくてもうちょっと値段は高いんですが、こんな初代のC4ピカソが2台並ぶ店もそうはないと思いますのでね、こっちは内装色がこの明るい色でなかなか良かったですね。夕日天西美さん、 XF をマイナーチェンジしたのかなということで、本国でマイナーチェンジしたみたいですね。まあ日本にも時期入ってくるでしょう。小野沢さん、ルーテシアメタリック入ってるということで、入ってたと思います確か。日だまりさん、今日も仕事途中で視聴し始めますということで、すいません大丈夫ですか仕事途中で。北さん、何年か前 C5 セダンの19インチを91インチと表記している中古車サイトがあって大笑いしました大変なことになりますね。S550 さん、ピカソ昔乗ってましたということで、そうですかそうですか、ピカソいい車ですよね、とっても楽しい車で。小野沢さん、このピカソいいねといただいてます。ヒデモンさんも、ピカソかわいいといただいてます。このピカソはね、やっぱりなかなか今見てもいいですよね。現行型もいいんですが、先代モデルもなかなか魅力だなというふうに思っています。続いてボルボの XC60D4SE です。2015年式29,600キロ、282,900円です。ボルボのディーゼルがもう今後減ってきますから、ボルボのディーゼル欲しい方はノリアラさんみたいに早く決断した方がいいですよって言っときますけれども、まあ距離の少ないので、ね、本当にディーゼルのボルボって距離の多いものが多いもんですから、距離の少ないボルボっていうのはぜひ、注目していただきたいなというふうに思っています。これパワーテールゲートついてましたんで、そのあたりも魅力的かなというふうに思います。コメントいただいてます。ともゆき70さん、C4 ピカソの開放感は他の車では楽しめませんねということで、もうおっしゃる通りですね。北斗健太郎さん、シトロエンはポップでいいですねといただいてます。本当に楽しい。石井さん、 C4 こんな良さそうな車が80万円未満とはということで、まあ年式とね、距離がまあ6万キロちょっと超えているので、まあそんなもんなんですけどね実はね。村山さん、ピカソこの頃のステアリングがシトロエンらしい、そうそう真ん中が動かない、
センターフィクストステアリングというものですね。はい、では続いてはこちらです。同じようなボルボ XC60D4SE だなと思われるかもしれません。2015年式、同じ年式で、こっちは 37,900 キロ、さっきのは 29,600 キロで、まあ、1万キロはまあ多くはないんですが、まあ、ちょっと多めなんですけれども、実はこっちの方が 289,900 円でちょっと高いんです。でこれなんでかっていうと、こっちはあのリアエンターテインメントシステム、あの前席のヘッドレストに、ディスプレイが運転席と助手席についてるんですね。ですから後席の人がこう見えるという仕掛けがついてるもんですから、ちょっと高いんですね。289,900円でございます。まだこれ到着したばっかりでしたので、ちょっと動画ではなくて写真ですけれども、まあ、これもその仕掛け、あの仕掛け確か20万から30万ぐらいオプションしてたと思いますので、そういうの欲しい、お子さんいらっしゃる方なんかは、嬉しいなと思われるかもしれません。私はね、あんまりあの家族とバラバラで、子供だけ DVD かなんか後ろで見せるっていうのはあんまり賛成ではないんですけれども、まあそういうのが それで酔わないとかね、それで、あだこうだうるさくないっていう方もいらっしゃいますから、まあまあ、そういう方にとってはいいんじゃないかなというふうに思います。石井さんから、このボルボもお買い得感高いですねって、ありがとうございます。のりやらさん、 XC60 昨日もたくさんのお客さんがご覧になっていました。あ、そうですか。私いない間にいろいろ見てくださってたんですね。答えは異なるものだったとは思いますが、注目されてるんですねということで、あ、そうそうそう、ガソリンの方もありましてね、ちょうどのりやらさんの買っていただいた V60 の隣にあったのはガソリンの XC60 でしたね。 T5SE でした。サーコーさん、ボルボの D4 がなくなるんですね、知りませんでした。そうなんですよ、もうボルボはこれからもう全部ディーゼルは日本、本国ではねまだ残ってるらしいんですが、日本ではもう、順次やめていくんだそうでございます。サーコーさん、ボルボお買い得ですねでいただきました、ありがとうございます。のりやらさん、サーコーさんへ、D4 がなくなってしまうということで購入に火がついた私ですといただいてます、ありがとうございます。アンズの親分さん、オプションの有無で値段変わってくるのですねっていう、まあ別に変わってくる、まあそれはね、まあいろいろその時と場合によりますけれどもね。石井さん、ボルボのディーゼルは今のうちか、残念ですねということで、まあそういうことになっちゃいますね。あ、読み方が分かんないんだよね。教えてもらったんだけど、モナカさんでいくモナカさん、こんにちは、ありがとうございます。では続いてはこの車です。ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマムです。ボルボのディーゼル祭り、2017年式11,200キロ、289,900円でございます。D4 サマムですから、V40 クロスカントリーの中では一番上級の、グレードの車でございます。でまあこれもね、散々言っているディーゼルで、もう V40 のディーゼルもね、やっぱりもう人気でありましてね、オールドプラネットでも結構すぐご制約いただくっていうことが多いかなというふうに思っています。ともゆき703、ボルボの SUV だけじゃないけど幅がもうちょっとコンパクトだったらなということで、全く同感ですもう本当に同感。まあヨーロッパの車だから致し方ないのかなという気はするんですが、幅で1900は広すぎますね。1850でも広いと思ってます。そんな中で2008が1770で収まってますから、私はそれが非常に嬉しく思ってるんですけれどもね。ヒデモンさん、サマムということで、うん、サマムっていうグレード、そうなんです。では続いてはこちらです。ボルボ S60 の T3 クラシックです。2018年式の 19,400 キロ、229,900円です。S60 のガソリンの方で、実はねこの T3 あんまり知らない人が多いんだけど、いいですよ。 1.5 リッターのこれ、実に自然で気持ちがいい。なかなかねこれあんまり売れないんだけれども、 T3 エンジンの車いいんです。長距離が多い方にはやっぱディーゼルを勧めますが、街中乗るのが多いんだったらこの T3 の方が私はいいと思います。それぐらいおすすめの1台です。小野沢さん、D40 の D4 じゃなくて V40 の D4 ですよね。 V40 の D4 は 4WD ないんですよねということで、ないです。
先で私の乗っている V60 にも、ディーゼルは前輪駆動しかございませんでした。4輪駆動が欲しければガソリンを選んでいただくということになっております。2さんからのりやらさんへ、D4 を選ばれたのは長距離に乗られるからでしょうか、他にディーゼルを選ばれた理由はありますか、ということで、のりやらさん答えて差し上げてくださいね。私答えようとも答えれるけど答えちゃダメだから。はい、S550 さん、こんなモデルあった、ということで、どんのこと言ってるのかな、 S60 の話かな、よくわかんないけど、ありましたよ。T3 クラシックは、クラシックというのは最後のね特別使用車ですね。はい、では続いてはこちらです。メルセデスベンツ C220D ローレウスエディションです。2017年式24,100キロ、319,900円でスクリーンディーゼルエンジンを搭載したC クラスであります。最近オートプラネットで C クラス結構人気でしてね、よくご制約いただいてます、ありがとうございます。これはディーゼルエンジンで、今あれやね、エアサスペンションを上げてますね。ちょっと車高高いでしょ、上げてる状態で撮ってますね。私ね、やっぱね、この C クラスのねシート結構好きでね、プジョーとかシトロエンとは全く違うんだけれども、これはこれでなかなか気持ちよく座れるシートで、E クラスのシートはあんま好きじゃないんだけど C クラスのシートはねなかなかいいなと思います。でアンズノヤブンさん、T3 は僕も好きです、いただいてますね。 T5 にお乗りのアンズノヤブンさんが、言われてるぐらいですからね、いいバランスですよね、あの車ね。続いてはこちらです。メルセデスベンツ E200 アバンギャルドスポーツです。2017年式12,000キロ、419,900円でございます。E クラスも、まあ、マイナーチェンジをいたしましたけれども、前期モデルだいぶお求めやすい価格になってまいりました。ハーフレザーのモデルですけれども、さっきシートが好きじゃないって言っちゃったのが次出てきて失敗しちゃったなと思ったんですが、インテリアのメーター周りなんかはね随分先進的な印象でいいんじゃないかなと、いうふうに思っております。ゆたかさん、ただいま戻りました、お風呂掃除お疲れ様。ボルボのボディに 1.5 リッターって不安を感じますが、今のエンジンは低速トルクがあるから大丈夫なのかな、ということで、もうまさにそう思っていただいて、いいと思います。のりやらさん、2さんへ、 D4 の選択はそうです。ゴーカーさんや山下さんほどじゃありませんが距離を乗るということがありまして、だいたい年間2万キロぐらい乗られるというお話でしたね。あとの理由としてはやっぱりエンジンを感じていたいという個人的なものもあります。内燃機関万歳というふうに、久しぶりの内燃機関万歳が来ましたね、いただきました。サーコーさんからのりやらさんへ、私が乗っているのが S60 T6R デザインで同じ年式に乗っていますが、長距離では D4 がいいですね、といただいています。渡辺健二さん、 C クラスでエアサスなんだびっくり、ということで、そうですね、C クラスでもスポーツとか、さっきの220D のローレウスとかは、だからごめんなさいね、スポーツも C200 とか C220D の方だとエアサスペンションになっています。びっくりといただいてますね。石井さんからのりやらさんへ、ボルボはガソリングレードの燃費がちょっとと聞いたことがありますが、ディーゼルならパワーもランニングコストも素晴らしいですよね、といただいてます。2さんからのりやらさんへ、ありがとうございます、次の車選びの参考にさせていただきます、といただいてますね。いや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 、嬉しいですね、皆さんどんどんこうつながっていくね、ありがとうございますね皆さん。石井さんから、ゆたかさんへ、お疲れ様でした、といただいてます。でのりやらさんからサーコーさんへ、私はこれまで、国産某超大量流通ハイブリッド車に乗っておりまして、面白いな、国産某超大量流通ハイブリッド車も、A という車と P という車がありますんで、どっちか分かんないと思いますが、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど P の方ですね、お乗りですね。経済性でもそれに引きを取らないものであってほしいと思ってと、いただいてますね。では続いてはこちらです。メルセデスベンツ C200 アバンギャルドです。こっちはバネサスでございます。2017年式23,600キロ、279,900円、これがレザーエクスクルーシブパッケージがついてるんですね。この革仕様なんですよ、なので珍しい、このスポーツじゃないのでこの革仕様は珍しいです。普通はハーフレザーなんですが、だからこれね、私はこの車好みなんですけれどもね、別に人の好みどうでもいいかもしれませんが、のりやらさんから石井さんへ、ランニングコストと性能のバランスがすごいとこついてると思うんです、といただいてます。
ますね。実際に昨日オートプラネット名古屋で V60 の D4 ダイナミックエディションをご契約いただいた、のりやらさんの非常に説得力のあるコメントでございます。はい、では続いてこちらです。メルセデスベンツ CLA250 シュポルトフォーマチックシューティングブレークです。2018年式18200キロ、349万9000円でございます。なかなかこの CLA のシューティング、先週ね CLA のシューティングブレーク入庫してもうすぐご制約いただきましてありがとうございました。これ後期顔の、もので、なかなか早いんですよねこれね。4輪駆動、そうかそうか、これはもう最終の頃はフォーマティックだったんですよね。4輪駆動になったんですよね。こちらのモデルでございます。石井さんからのりやらさんへ、ディーゼル万歳です、面白いな。のりやらさんからツーさんへ、気の利いたことをお伝えできず詳細は豪華さんへ、わらわらと言ってますが、まあ聞きたいことあったらまた聞いてください。アンズのやぶんさん、ボルボ仲間が増えると嬉しいねということでね、とりあえずはのりやらさんが納車の時に私のボルボ V60 クロスカントリーと山下さんの V60 クロスカントリーとのりやらさんの V60 を並べようかと、そんな話をしております。それでは続いてはこちらの車です。アウディの A3 セダン 1.4 TFSI です。2016年式 31800キロ、179万9000円です。非常に日本で乗りやすいサイズのセダン、私はねもう A3 のセダンみたいな車は本当に、素晴らしいなと思っている一人なんですが、こういうコンパクトなセダンをちゃんと作ったしっかりした、セダンっていうのは欲しいですよね。それが179万9000円で買えるようになったというのはとっても魅力的なところというふうに私は思っております。まあベーシックグレードで、内装なんか別に大して派手さはないんですが、あのアウディの良さを味わうにはこういうモデルっていうのは非常に魅力的かなというふうに私は思っています。なかなかね、あのトランクルームも広いですしね、そのあたりもご注目いただきたいところです。では続いてはこちらです。久しぶりに入ってまいりました。フォードのエクスプローラー XLT のエコブーストです。2013年式32000キロ、279万9000円でございます。まあもうフォードは日本から撤退しちゃったんですが、久しぶりにエクスプローラー出てまいりました。私はこのくらいはちょっと運転したことないので、どんな走りかはちょっと分かりませんけれどもね。では続いてはこちらです。レクサス NX200H の F スポーツです。2016年式37400キロ、399万9000円、レクサスの NX のハイブリッドですね、であります。内装がねこの後出てくるんですが、こんなワインカラーのなかなかこじゃれた、内装を持ったモデルでございました。豊さんがですね、シューティングブレイクって国産車にはないコンセプトですよね、国産車でデザインに振ったワゴン出ないかなということで、 SUV はどんどん出てるですのにね、まあ散々作って売れませんでしたからね、もうあんまりやりたいとは思ってないのかもしれません。続いての車は、私は久しぶりに入ってきて嬉しい車、この車です。プジョー 308cc のローランギャロスです。2012年式49300キロ、229万9000円です。久しぶりですよ 308cc。 もう私 308cc が本当に一時期すごく欲しくてね、これローランギャロス私見たの初めてかもしれませんが、外装色はもうちょっと派手なカラーの方が好きなんですが、内装色がこうパッと、白いカラーとサイドがライトグレーになってましてね、このおしゃれな感じ、それで4人が乗れる、もうね欲しいなこれもう勝手に欲しいなと思ってるんですけどね。ちゃんとこれ屋根も閉めてみましたんで、ちょっと映像長いです今回。これ屋根閉めてみます。もう 308cc もね生息してるものが少ないんですよね。一人で撮ってるものですからね、ちょっと見にくいかもしれませんが、こんな風にして開きます。早いですよこれね。もう最近こういうオープンの車は本当めっきり減っちゃったもんですからね、もうこういうの見るとね感激しちゃうんですが、でこう閉まるというわけですね。で
こう屋根閉めた絵を見ていただくと、もう屋根を、閉めるとこんな感じなんですね。普通のクーベみたいに見えるねえ。今の新しい208にオープン作ってくれないかな。もうそれ作ってくれたら本当に欲しいんだけどな。プジョーもう一回オープンやりませんかね。やってほしいな。508でもいいな。508にオープンモデルがあったら本当にいいな。コメントをいただいております。アンドリューさん、五花さんの好きなオープンカーですねというふうにいただいております。私がオープンカー好きなの知ってるんですね。バレちゃいました。ノリアラさん、 308cc チャット盛り上がりそうですねと。どうですか、盛り上がるかな。ヒデモンさん、4人乗りのオープンいいなということで、いいでしょう4人乗りのオープン、本当減ったの今。シャルル東京さん、 308cc の内装いいですねと、いいおしゃれ。北斗健太郎さん、おーっといただいてます。ゆたかさん、うちの姉がパンダさんに怪我させてしまって今、台車で308乗ってました。あ、そうなんですね。通さんからノリアラさんへ、ハイブリッドからディーゼルに乗り換えられたのですね。私はディーゼルのアイドリング音がどうも気になってしまうのですが、気にはなりませんかと。ノリアさん、またお返事してくださってくださいね。S550 さん、後ろ狭いですねっていうか、まあこのサイズ感だったらしょうがないですよ。ね。ボンさん、おお、かっこいいと。石井さん、 308cc 屋根のトランスフォームかっこいいといただいてます。渡辺健二さん、プジョー 308cc のシートめちゃ綺麗。そう、ほんと綺麗だったんです、この白でもね。ジュンジュンさん、フレンチオープンだからローランギャロスなのかなということで、あのテニスのですよね、ローランギャロスね。あの結構206の時代からローランギャロスは あって、あの頃はねグリーンでね良かったんですよ。このサマラッシーもね、あのグリーンでこうあったら良かったのになと思うんですが。村山さん、 308cc 文句なしでかっこいいと。ノリアラさんの言う通り盛り上がってますね。ノリアラさん、通さんへ、大丈夫だと思います、少なくともエンジンを感じることができる程度のアイドリングでしたのでといただいてますね。KN さん、 CC かっこいいですねと。鈴木隆さん、 308cc いいね、内装おしゃれというふうにいただいてます。ともゆき70さん、 308cc この前マイカーの点検待ちとの時に点検に入ってきたのを見ました、確かにおしゃれでしたということでね、大切にお乗りなんですね。いや、欲しい。通さんからノリアラさんへ、ありがとうございます。今度ボルボディーラーで確認していますというふうにいただいてます。ありがとうございます。では続いてこちらです。プジョーの RCZ、右ハンドルの 6AT です。2011年式の 28,600 キロ、年式の割に距離が非常に少ないですね。179,900円でございます。まあ毎週なんか申し上げてる気がするんですが、本当に RCZ、絶滅危惧種で、まあ絶滅危惧種なんだけども割と仕入れられて、で仕入れられてご制約いただくもんですから、お店に置いてある台数は毎週2台ずつぐらいというような感じで、今も2台かな、これと GT ラインのマニュアルがあるんですけれども、そんな状態です。先週はブルーのものもご制約いただきましたし、黒だったかな、黒の後期フェイスだったか忘れちゃったけど、それもご制約いただきました、ありがとうございました。ゆうたかさん、 RCZ は相変わらずかっこいいということでね、この車も本当に個性的で古さを感じさせませんよね、独特のデザインでございます。続いてプジョー 308GT ラインです。2017年式 11,200 キロ、199,900円でございます。1.2 リターの、ガソリンの308ですね。距離が少なめでありますね。純正ナビついてますね、ナビのついたモデルでございます。ヒデモンさん、なんでこんなにオートプラネットに集まってくるの笑いと。 RCZ ですかね、それは一生懸命仕入れてるからですよ私が。それから S550 さん、昔息子が RCZ のトミカが一番のお気に入りでした。あ、プジョーのトミカあったんですか。へえ、それは珍しいな。208のミニカー出ないかなって先週赤木さんが話してたけど、過去にあるんですね、プジョーのトミカが。はい、では続いてはこちらです。プジョーの508ファーストアニバーサリーです。2012年式 37,800 キロ、
119万9000円。これね本当はね、ちょっともう時間がなかったのと鍵がなかったので中取ってないんですが、シートが茶色でしてね、このファーストアニバーサリーはこっから見ても分かんないよね。普通は黒しかなかったんですが茶色でね、おいいんですよ。で508もともと素性のいい車でしたから、それが距離が 37,800 キロですよ。119万9000円。8年落ちとはいえ一つこれはいいと思いますよ。おすすめ、ちょっと顔つきが古いって言われればそうかもしれませんがいいと思います。小野沢さん、308安いといただいてます。ありがとうございます。S550 さん、508かっこよすぎといただいてますね。いいでしょこれね。すごくね、こう内装の写真撮っておくれなかったな、しまったな。ちょっともう撮る台数多かったんで忘れちゃったっていうのもあるんですけれども、ともゆき703、508安いといただいてます。S550 さん、古さ感じないとね。そう、古さ感じないですよ。はい、では続いてはこちらです。プジョー5008シエロです。初代の後期型5008です。2015年式、41,800キロ、149万9000円。これも7人乗りで149万9000円ですよ。でもこれ世間の5008に比べると高いんですね。なんでか、超珍しいカワシオこれも内装取ってくればよかったんですが鍵がなかったのでちょっと取れなかったんですけれども、カワシートの5008ですよ。めったにないと思います。多分日本中探してもないんじゃないかな。こんな7人乗りで革仕様の5008、149万9000円でございます。渡辺健二さん、プジョー508、お買い得者ですねというふうにいただいてます。ありがとうございます。この5008もそうですし、さっきの508もそうですけれども、やっぱね穴場なんですよね、ああいう車本当に。年式は年式っていうのもあってね、先進運転支援とかはついてないのはついてないんですが、車としての走り、特にこの5008もそうですけれども、非常にプジョーらしいですね、直進性の良さ、乗り味の良さっていうのはもうこの頃からしっかり、見た目はそれほど派手じゃないんですけどね、受け継がれてますから、そのあたりは十分満足いただけるんじゃないかなというふうに思っています。はい、では続いてはこちらです。多いでしょ今日、もう5時過ぎちゃったけどね。ミニのクロスオーバークーパーです。2014年式の37,000キロ、159万9000円でございます。これがグリーンですよね、なかなかおしゃれなカラーリング、ルーフがホワイトの車でございました。石井さん、オートプラネットが遠すぎることだけが残念すぎますそれはもうしょうがないですよね。何かの機会にぜひ、こっちの方をお越しいただいたらぜひお立ち寄りください。サーコーさんからのイララさんへ、某国産車のハイブリッドは私も免許取得後に欲しい車でしたね。でもハイブリッドもディーゼルもいいエンジンですけどね、長距離などですねといただいてます。豊さん、この頃のプジョーのデザインは何かと賛否両論でしたねということで、まあそうですね、そうでした。はい、続いてこちらです。ミニクーパー D の5ドアです。2018年式、23,200キロ、289万9000円です。ミラーがユニオンジャックですね、ボンネットにはストライプも入っています。そういったなんですが、ミニはこれあれだね、後期型だね。値段高いなと思ったら後期モデルですね、ユニオンジャック のテールランプのモデルだから、だから高いんだ、よくわからないまんま喋ってて申し訳ないんですが、そんなところでございます。2018年式ですもんね。はい、では続いてはこちらです。フィアットチンクエチェントのツインエアラウンジです。2015年式、23,700キロ、175万9000円でございます。フィアット500の2気筒エンジンを搭載した上級グレードの車ですね。はい、では続いてはこちらです。フォルクスワーゲンゴルフ TSI ハイラインブルーモーションテクノロジーです。2014年式、35,500キロ、ホワイトのカラーなんですが、実はこれも珍しい、革シートの車でございますね。ブラックのレザーシート、もうゴルフとは思えないぐらい高級感があって、プレミアムカーみたいなインテリアですよね。
ひでもんさん、500はやはりやっぱり可愛いと、豊さんツインエア最高といただいてますツインエア大好きなんですね。はい、では続いてはこちらです。あ、石井さん、お得な車の宝庫オートプラネット笑いと、ありがとうございます。嬉しいこと言っていただきますね、石井さん。のりやらさんから、サーコーさんへ、乗り方というかご自宅の周りで乗る、どう乗るかってところですかね、我が家の周りはほぼ郊外と言われるようなところですので、ディーゼルは向くと思うんですと。そうですね、街中でストップアンドゴーが多いところっていうのは、正直な話ディーゼルはあんまりメリットはありません。ないっていうとあれだけれども、それほど旨味が大きくないんです。そういうところはね、あのトヨタのハイブリッドなんかは非常に、まあ、トヨタだけじゃないんですが、日本の得意とするハイブリッドっていうのは割と強いんですけれども、高速道路とかをとか、まあ、一定速で淡々と走るようなところっていうのは、案外ハイブリッドって燃費良くないんですね。でディーゼルは燃費がいいんですね。ハイブリッドっていうのはその電気モーターとガソリンエンジンで走るわけですけれども、電気モーターで走ろうと思うとエンジンが発電をする必要がある。でエンジンを発電するっていうことはその分燃料食っちゃうわけですね。である程度電気が溜まったらそこからモーターで電気を使うというような、それの繰り返しになるわけです。で、ちょっと上り坂とかになると、今度はエンジンだけじゃパワーはまた足らなくて、電気モーターだけでも足らないので、エンジンと電気モーター両方を動かそうとなると、また今度両方が動いて、またちょっと燃費が悪くなっちゃうというようなことになってまして、そういった点からするとやっぱりね、高速道路を走る機会が多い方、郊外をあんまりストップアンドゴーが多くないようなところっていう乗り方をする方は、やっぱりディーゼルの魅力っていうのは大きいのかなというふうに思います。小野沢さん、500はいいねといただいてます。続いて、フォルクスワーゲンザ・ビートル R ラインマイスター、これザ・ビートルの最終の特別使用車ですね。2019年式の9300キロ、349万9000円、ビートルにしては高いなと思ったんですが、でも最終モデルの、それも去年ですよね、去年登録の車なんで、まあそれはそうだと思ったんですが、349万9000円です。ビートルはね、値段上がってきてますよ、はっきり言って本当に。ちょっと前まではもうなんか安けりゃ安いほどすごいような、なんかむちゃくちゃ安いのがあったりしましたが、だいぶ上がりましたね。びっくりします。赤木さん、そう考えると EHEV はハイブリッドの中ではいいやつなのかなというふうに言われています。そうだと思います。 EHEV は私の、ステップワゴンの動きを見ていると、あの作動を見てますとね、エンジンだけで走るっていう時もあるんですが、電気が満タンになるとエンジン止まるんですね。でモーターだけで走れるんですよ。でモーターで走る、でその間はエンジンかからないんです。で、電気がまたなくなるとまたエンジンがかかる。だから半分ぐらいはエンジンがかかってはいるんですが、半分ぐらいは電気だけで走ってますので、そういう点からするとやっぱりなかなかね、EHEV の方は燃費、それはあのモーターのパワーが結構ありますからね、あるなというふうに思います。ヒデモンさん、ザ・ビートル珍しいということで、珍しいでしょ。豊さん、私みたいな年寄りはって、豊さんそんな年寄りなの、やっぱりエンジンの存在感が欲しいかなというふうにいただいています。アンズのヤブンさん、ビートルは ACC ついてますかということですが、 ACC ついてないですよ。ビートル、この頃のビートルはついてない、あの普通のクルーズは確かついてたような気がするんですが、 ACC はついてないんですね。では最後ですね、こちらです。フォルクスワーゲンポロ TSI ハイラインです。2016年式46,000キロ、135万9000円です。鳥を飾るには非常に、真面目な地味な車ですけれども、いい車です。上級グレードのハイラインでございます。全部で何台あったのか知りませんが、1時間20分もまあまあね、その前のトークも長かったんですけれどもね。ということで、今日のオートプラネット名古屋の新入庫車両はこんなところでございます。はい、では特集ですが、ちょっと映像暗いかな、ちょっと明るくしましょうか。 そうでもないのかな、でもちょっと暗い気がするからちょっと明るくしよう。ちょっと休憩もしたいですしね、ちょっと休憩タイム
ごめんなさい。これにしようかな、そんなに変わってなかったりしてね。あ、今日は夕日が綺麗ですね。ちょっと開けよう。で、まあ、あのこれから特集、あ、もうでも日が暮れるのが早くなりましたね。すごく綺麗な空見えるかな。ちょっと映してみようかな。慣れないことやりますよ、慣れないこと。すごい綺麗、すごい幻想的な空になってる。これ動かしちゃでもダメかな。動かしちゃって、これがね、見えます。あんまり表現できないな、表現できないな。さっき明るくしちゃったからダメなのかな。こうブルーからね、このオレ、あんま分かんないねあんま分かんないね。こんな感じでちょっとこの辺で分かるかなね。すごく幻想的な感じになってますよね。せっかくさっき合わしたのに、これぐらい、ちょっと明るすぎるかな。まあいいや、明るすぎちゃったらもう一回直しますが、あ、いいですね、ちょうどいいぐらい、こんな感じです。こっから見るとめちゃくちゃ綺麗なんだけどな。あれを皆さんに見せたいな。こうして、あ、止まっちゃってる、ダメだな固まってますね。まあいいや、変なことしないでおこう。こっから見るとめちゃくちゃ綺麗なの、すごい綺麗。写真撮ってみようかな。こうやって私休憩してるんですからね。わかんないかな。こんな感じね、綺麗でしょ。私のスマートフォン見せてどうするんだっていう感じですが、ね、すごくブルーから、まあ後であの SNS に上げときますわ。まあ、別にどうでもいいわって思うかもしれないけども、ちょっと待ってください。いっぱいコメントいただいてましたね。S550 さん、ビートル欲しい。しかも低走行車。そうなんですよ、低走行なんです。豊さん、私車風に言えば64年式ですからということで、この64年式っていうのは、西暦ですか昭和ですか、どっちなんでしょうね。日が落ちるのが早くなりましたねということで、そうですね、200人突破してるの本当？嘘だ、突破してる？してないでしょ。あ、してる、びっくりした。ありがとうございます、多くの方がいてくださって200人突破してますね。大したことしてないのにな、ごめんなさい。今日はテーマも大してなくて、200人を超える方が見てくださってるのに、ちゃんと準備しとけばよかったな。まあしょうがない。宮島さん、カープラネットはいつか行きたいところです。オートプラネットって何ですかね検索でも出てこないですよ、カープラネットって。オートプラネットって検索してくださいね、宮島さん。泣いてるマーセルさん、200人オーバーすごいですねって、本当びっくりした今、ありがとうございます。しばらく見てなかったよ、200、本当だね、ありがとうございますね、多くの方見てくださって。夕日亭西美さん、グッドニュース、ダチアサンデロの新型が発表になったぞという、また非常にあのマニアックな話が始まりましたが、ヒデモンさん、綺麗といただいてます。アンズの親分さん、GoTo トラベルでオートプラネット行ったらダメかなということですが、いや、来ていただけるんだったらぜひ来てください、会いに来てください。あ、ナイトオレンジさん来たナイトオレンジさんの話もう随分しましたよ最初。今日もレッスンですか、いろいろお疲れ様です。台風どこ行っちゃうんですかね、昨日はどうもということで、本当にね、ありがとうございました。もう冒頭にいろいろお話はいたしましたので、また改めてはしませんが、あの、のりあらさんへのおめでとうコメントが殺到いたしまして、すごいことになっております。のりあらさん泣いております。豊さん、あ、いい感じというふうに言ったらいいグラデーションでしょ、そうそう、北斗健太郎さんも言っていただいた、友幸さんもいい感じですいただいてます、ありがとうございます。
ひでもんさん、台風は U ターンしましたと。KN さん、いい感じになりましたよ、夕日の映像ということで、よかったよかった、さっき撮ってよかった。RS カートロンさん、言わんとしていることは分かりますと、よかったよかった。ひでもんさん、治りました、お綺麗ですねと。いい感じの夕焼け、小野沢さん。ナイトオレンジさん、台風 U ターンしてまた来るんですかっていう、なんかそんな話があったみたいですが、僕分かんないでしょうね、でもね、さっきね。渡辺健二さん、めっちゃ綺麗な風景ですね、そうそう、皆さん分かってくれてよかった。S550 さん、 iPhone11 いいねって、さすがお分かりですね、 iPhone11 っていうのが。宮島さん、 GoTo いいですねということで、ありがとうございます。友幸さん、グッドといただいてます。石井さん、そちらはいいお天気のようですね、仙台はちょっぴり雨&日がほぼ落ちていますということですね、ありがとうございます。モンスターさん、シトロエンベルランゴということで見ています。すいません、はよしてほしいわって、ごめんなさいね。宮島さん、間違えてすみません、いえいえいえ。ナイトオレンジさん、最初聞いてなかった笑いっていう風で、また後で見ておいてください。ナイテルマンセルさん、 GoTo トラベルで地域共通クーポンがオートプライスで使えるといいです。それは多分使えないと思うんだけどな。はい、まあ今日は特にネタがないというか、まあ、車についていろいろお話ししようというふうな話だったんですけれども、まあ、さっきね、モンスターさんがベルランゴの話してほしいというふうに言われましたので、ちょっとベルランゴの絵もちゃんと用意してあるんですよ、こうやって。でベルランゴね、先週の月曜日から木曜日の朝までちょっと借りてました、乗せてもらってました。で高速道路も含めて200キロぐらい乗ったのかな。で、まあ、また言いますけれども、試乗インプレッションをまたお送りしますけれども、やっぱ燃費に感心しましたね。どれだっけな、これやね。281キロ乗ったんですが、1リッターあたり 17.8 キロと車載の燃費計で出ておりました。でもっとびっくりしたのは、これまあ朝私がオートプラネットに出勤する、朝家でリセットして、ここへ来て到着するだけの燃費を測ったんですね。でこれがまあ75キロあるんですけれども、片道75キロで、平均車速が時速37キロ、燃費1リッターあたり 20.8 キロ走ったんですよ。やっぱ 1.5 のディーゼルすごいなと思いました。でその後往復をして133キロ走って平均車速40キロで1リッターあたり 19.6 ということで、高速が多いとやっぱり20近くは行くなということが分かりました。ということは JC08 モードじゃない、WLTC モードの高速道路モードはやっぱり極めて現実に近い燃費なのかなというふうに思います。総合モードがちょっといくらだったか忘れちゃったんですけれども、やっぱ WLTC モードっていうのはかなり現実に近い数値かなというふうに思います。KN さん、最近のゴーカーチャンネルすごい人気ですね、ゴーカーさんの対応がいいからでしょうという、いやいやそんなことないですよ。2008の時にはいい加減に対応してて怒られました。モンスターさん喜んでいただいてる、わーいベルランゴやということで、今日2008を一応編集してるんですが、2008の次はベルランゴをお送りする予定ですので、またちゃんとしたレポートはご覧いただきたいと思います。ナイトオレンジさん、今日は静岡の輸入車ディーラーがどこも大盛況、特にプジョーシトロエンはスーパーミツということで、ああそうですか、あほんじゃあれですね、静岡の輸入車ディーラーナイトオレンジさん行ってきたんですね。天秤にかけられてるのかな。杉直さん、GoTo トラベルって複雑なこと多いんで GoTo ETC で高速道路料金をカウントしてほしいですというふうにいただいてますね。ただあれですよね、 GoTo トラベルって日帰りはダメなんですよね。だから、宿泊を含むとかいうふうになっているから、 ETC だとその日帰りとかでもあるもんですから、なかなかそれできないんじゃないかなというふうに思います。それやるとね、渋滞が増えるっていうのもちょっと困ったなっていうふうに思うんですけれどもね。ひでもんさん、ちょっとバイクを積むには短いかなといただいてますね。そうですね。小野沢さん、 17.8km/l はすごい、いいですねといただいてます。モンスターさん、坂を糸も簡単に上がっていきますもんねということで、そうです。ゆひて西日さん、秘宝、我が家のカーポートが低すぎてベルランゴは駐車できないと。ああそうですか、やっぱ高いもんね、せいね。
豊さん、杉直さん、 GoTo に高速の周遊プランを組み合わせできますよというふうに情報がいただいてますよ。橋本のんさん、こんばんは。ディスプレイオーディオの無料カーナビアプリ特集をしてください。メーカーナビを購入するか迷っています。はー、これはなかなか難しいけども面白いですね、その特集。橋本のんさん、ありがとうございます。Google マップとマップアプリと Yahoo カーナビ3つ一応私はやったことはあるんですが、私はね、実はね、Google マップの航空写真あるじゃないですか、私はね、あれが好きで好きっていうのもおかしいんだけども、Google マップを使ってるんですね。で、あれ、アウディのバーチャルコックピットみたいに航空写真が出るもんですからね、あれいいなと思って、昨日も山下さんすごく感激してくださってましたが、非常にあれはいいのでいいと思ってるんですけれども、そうですね、またちょっと検討させてください。どんなアプリがあるのかも私よく分かってないんで、メーカーナビを購入するか迷ってますということですね。でも橋本さんね、まあ、あんまこんなこと言っちゃいけないのかもしれないけれども、とりあえずなしで買われたらどうですか。あれ どうせディーラーオプションですからね、後からつけようと思えばつくはずなんですよ。だからと思うんですけど、ね、間違ってたらごめんなさいね、つくはずなんです。そうそう、今これ映像で出てるのは、ベルランゴはどれぐらいソフトな足で、揺れるかという実験をしたんです。で、中に乗ってるとね、相当ね、揺すられるんですけどね、外から見るとね、まあ、ソフトなのは分かると思うんですけど、そんな不安な感じはね、ないのはいいかなというふうに思いました。ヒデモンさん、日帰りいいはずですよ。え、そうなの？妹が日帰りで東京遊びに行きましたよ。あ、そうなの？新幹線ですが。あれ、なんかどう、私勘違いしてるかもしれないね。そしたらごめんなさい。橋本のんさん、有料アプリはナビタイムのみ対応ですか。ごめんなさい、そのアプリは私分かんないんですよ、ごめんなさいね。赤木さん、日本で販売されていない車で欲しい車をメーカーごとに紹介してください。ホンダの場合はアキラも含めてお願いします。ちょっとね、そのどれが販売してないかって私も頭の中入ってないので、ちょっとそれ今すぐはちょっと難しいな。思いついたらまた言います。アンズのエブンさん、ベルランゴは SUV なの、ワンボックスなの。 SUV ではないと思いますね。どっちかというと、まあ、こういうのは MPV、 マルチパーパスビークル、多目的車という言い方をいたします。ナイトオレンジさん、いやいや、天秤にかけたんじゃなく面白いな。白508ありました、見に行っただけ。ミニ、あ、ミニは行った、笑い、クロスオーバーってなんか面白いな、相変わらず。山下さん、杉直さん、豊さん、情報ありがとうございます。自分でも調べていますね、ということで、ぜひ調べてみてください。私も知らない、ごめんなさい、分かんなかった。クラウドサウンドスタジオさん、マップアプリも画面に全画面で出てくれればもっと見やすいんですけどね。ボルボの話ですが、あ、ボルボは縦型のディスプレイに横なのでね、全部映らないんですよね。ハエさん、アウディの Q3 スポーツバッグは試乗はまだですかということなんですが、そうなんですよ、まだなんですよ。連絡入ってきませんでね。Q3 のスポーツバッグ、実は展示車は一回来たらしいんですけど、もうすぐそれご制約いただいたということで、展示車もないらしいんですね。なのでまた入ってきたらやりたいと思います。ちょっと飲まさせてくださいね。ああ、試乗レポート楽しみにしています。ありがとうございます。モンステラ5スターさん、確かにベルランゴまるでナビついているように見えます。オプション高いはパイオニアの車載 Wi-Fi 出てきたのでアプリナビで頑張ろうというふうに言われていますね。まあ、これ私も借りた時はナビはついてなかったですし、ここ最近PSA の車借りてるときはナビほとんどついてないんですが、私はね、ほぼこれで満足してますよ、カープレイで。いいんじゃないかなと思うんだけどな。森重清さん、奥様が許してくれるなら奥様車、買い替えでベルランゴにしたい、助手席も畳める笑いって、これもツイッターの方には実は私つぶやいたんですけど、あれいつだ、今年か、今年のお正月のライブ、まだこの今みたいに皆さんが参加いただいてない頃、
ご参加いただいても5人ぐらいコメントが来ると5人もいなかったかもしれませんが、いただくので、ただエリカさんとリフターの解説をライブ放送でやったことがあって、その時に助手席がこう倒せるんだけどアームレストが邪魔して倒れませんねなんていうことを言ったんですが、アームレストが外れるということで、で SNS の方にはもう実はアップして、これしまったな、今お見せすればよかったんだけどちょっとそれ入れてないのでお見せすることできないんですが、簡単にアームレストをですね、どう説明すればいいのかな。これがまあアームレストと思ってください。シートについてるアームレスト、シートの背もたれがこうでアームレストがこうついてると思ってください。で普通はこういう感じで肘をここに置く感じなんですが、これをピュッと上げて、押し込んでグッてやるとポコッと取れるんですよ。これ 見えてないのかな。ちょっと待ってよ、これ変な球が出てる、ちょっと待ってね。これを ここに肘乗せますよね。ピュッと上げて押してグッとやってポッと抜けば取れるようになってるんです。でそうすれば邪魔がありませんからパッセンジャー席倒れるんですね。そうすると、リア席も畳んでパッセンジャー席も畳んだらめちゃくちゃ広大な、空間が出来上がるというようなことがありますので、そのあたりはねベルランゴ非常に、注目していただきたい部分かなと思います。杉直さん、ゴーカーさん、先ほどの新入庫の RCZ ですがすでに売却済み、在庫車から消えてるような、まだアップができてないんじゃないかな。あれですよ、一番早いですよ私、あ一番早いって言ったら嘘だけど、あかんね、これネット動かすとダメだね、やめとこう。なんて言うんですかね、はい、まあ今日までに入ってくる車で、先に撮影してネットにアップしている場合もあるんですが、昨日とか今日届いた車はこれから撮影をしてグーにアップするので私の方が早いんですよ。だからグーとかネットに出てないもので、私の方が早いっていうのもありますから、そういう違いがあると思います。多分あの RCZ はまだ、アップできてないんじゃないかなと思います。それも今ご紹介した通り相当いっぱい入ってきたもんですから、それ一人で撮ってるもんですからね、なかなかそれが追いつかないというのもあると思います。豊さんから杉直さんへ、高速のドラプラってサイトと宿泊プランのサイトがリンクしてますからご覧になってみてくださいといただいてます。KN さん、そんな速度で燃費がいいとは、 DS7 の昨日の燃費は最高 19.6km、 いや十分じゃないですかそれでもね。プジョー岐阜からトヨタ博物館、平均 16.5km でした。2リッターディーゼルですが、いやいいと思いますよ SUV でね、決して軽い車でもないですしね。杉直さんから豊さんへ、ドラプラはパソコンに以前からブックマークしてましたといただいてます。豊さん、リフターはベルランゴより最低地上高が少し高いですよね。5センチぐらい高いです。ですからリフターは正直ちょっと乗り降りがしにくいなと思ったんですが、ベルランゴは、そんなことありませんでした。田村さん、田村さんは知ってる人、もっと言うとこの会社の人、カープレイ、アンドロイドオートは国産メーカーパイオニア、ケンウッドがディスプレイオーディオを出しているので、オートバックス等の用品店でテストしてみるのもいいかもと、ね、なかなか詳しいですねやっぱりね。森重清さん、ならば2008からリフターもありだな、情報ありがとうございますといただいてます、ありがとうございます。ボンさん、ここ誘導するっていう狭い道誘導されてもよく、あいいなら Google マップってほぼ到着予測時間通りに着くので賢いと思うんですよね。サイズ大きい車は危険かもしれませんが、まあそれは確かにありますね。ナイトオレンジさん、 RCZ 昨日ありましたね、かっこいい、ディーゼル出ないかな絶対もう生産終わりましたからね。ベルランゴのところはまあこんなところでいいですか。なんかあれば。ゆうひてにしびさん、新型 C4 見てから考えるつもりですけど、ベルランゴも捨てがたいですね。腰をかがめないで乗り降りできるのと、乗車姿勢も 楽です。エンジンフィールも好印象。まあベルランゴを選んだ場合はカーポートを撤去しなければならんわけです。そうですね、腰が痛いというゆうひてにしびさんにとってはベルランゴはすごくいい着座点と思います。
のりやらさんから内藤レンジさんへ、昨日は盛り上がりましたねわらわらといただいてます。もうこの写真も、冒頭に出しました、ありがとうございました。で、そう、さっき赤木さんのコメントで、日本に入ってきてない車でというような話があって、車というよりもそのやっぱり仕様でね入ってきてほしいものは結構多々あるなといろいろ喋りながら今思ってたんですが、まあいつも話してるディーゼルもそうですけれども、カラーももっとなんかいろいろ内装色も含めてですが、あればいいんじゃないかなというふうに思ってますね。YM さん、ベルランゴの MT 設定は待つだけ無駄でしょうか。多分入らないと思うけどな。こんなにいい発足オートマチックが、ありますので、あえてマニュアルを導入して、まあ、もちろんそのマニュアルで操るのが楽しい方がいらっしゃるのは分かるんですけれども、あえてそこで右ハンドルで数がたくさん売れるわけでもないですからね、ちょっと難しいかなという印象が個人的にはあります。ナイデル・マンセルさん、プジョー・シトロエンはガソリン・ディーゼルともに他の自動車メーカーに比べて総じて燃費がいいですねというふうに言われてますね。モンステラさん、ベルランゴオートワイパーですかということで、オートワイパーですよ。なかなか賢い、オートワイパーでした。KN さん、ベルランゴの隠し小物入れに感心しましたよ。遊び心のある車でしたと。そうですね。ナイト・オレンジさん、楽しかったですね。ここの皆さんでお店屋上でオフ会しましょうよと。面白いですね。なかなか楽しそうですね。またやりましょう。ゆたかさん、YouTube にベルランゴの車中泊動画アップされてますね。トモさんでしょ多分。トモさん、実はあった。お会いしましたよ。オードプラネットお越しいただきましたよ。キャンパーとイージードームと、まあ、いろいろ実はあの YouTuber の方撮りに来てくださって、私の動画もなんかあのこうアットマークかなんかつけて紹介してくださってましたけどねごめんなさい。橋本のんさん、田村さんありがとうございます。シトロエンプジョーの純正ディスプレイオーディオです。コメントありがとうございますといただいてます。モンステラーさん、ベルランゴ自動ブレーキはカメラ式で雪が降ると感知しないのでしょうか。いやもうね、これ本当はちゃんと調べないダメなんですけどね。ベルランゴのカタログを見、私もあのカメラ方式だと思ってるんですよ。ミリ波レーダーはないと思ってるんですが、イラストを見るとなんかバンパーのあたりからバーッと出てるんでね、どうなのかなと思ってちょっと分かんないです、ごめんなさい。アズノエブンさん、オートプラネットで購入されたお客様になぜこの車を選んだのか特集やってほしいです。うわ、それはちょっと難しいな。自分の価値観だと選ばない車を選んでる人の意見がすごく興味があります。なかなかね出てくださらないんですよ。ちょっとごめんなさい、それはね非常に難しいかもしれない。アズノエブンさん、 FM に聞いていただいてますでしょ。ボルボープライベートライフっていう朝のあのノギーちゃんが、やってる番組、あれもボルボのこの車なんで選んだんですかっていう質問をする番組じゃないですか。あの出演者の方を探すのにほっと苦労してるんですよ。もう苦労してるというか、うまくいかないから私がたまに出たりしてるもんですからね。ここだけの話ですが、ちょっとそれは難しいと思います。ごめんなさい。ケンさん、オフ会したいですね。昨日はニアミスでしたがお会いしたかったですということですね。ありがとうございます。で、ちょっとねこのあたりで次2008行こうかなと思ったんですが、なんか聞きたいことあります？さっきあの赤木さんがいただいたので、ちょっとなんか、日本に導入されて日本に導入されていない車で欲しいのは、これちゃんと準備はしてある、でもうまくいくかどうかわかんない字がでかい、あ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。そうですね、ホンダとかってどうなんだろう。あんまり特に今日本に入ってきてるので十分満足してるからいいんですけどもね。まあ、しつこいようですが、もう今一番筆頭に思い浮かぶのは DS9 です。私は、
ちょっと待って、もう一回やりますね。導入されていない車で欲しいのは、ちゃんとね文字をね出そうと思ってるんですよ。さっきうまくいかなかったの、どっか飛んでっちゃったね。難しいね、全部一人でやるっていうのはなかなか大変ですね。これまだ見にくいねこれ色ダメやね。色黒がいいかな。これまだ黒は黒で見にくい。ここにしよう、ここに OK ね。私はまあ DS9 です。まあメーカーごとにって言われたんだけれども、ちょっとなかなかそれは今パッと言われて思い出すのは DS9 ぐらいかな。DS のセダンで、 DS9 は来年出るらしいですから、まあこれはこれで非常に楽しみにはしてますけれどもね。で、あとはね、やっぱこれもしつこいようですが、ボルボのディーゼルで本国にはマイルドハイブリッドのディーゼルがあるらしいですから、それが私は欲しいなというふうに思っています。アーズのヤムさん、あの番組すごく面白いですよと、のぎちゃん言っときます喜ぶと思います。アーズのヤムさんもあのメッセージ送ってくださってるんですよね。豊さん、ゴーカーさんがいるからオートプラネット。あ、どういうこと、ゴーカーさんがいるからオートプラネット笑い、どういうことだろう、どういうことだ、あ、そういうこと、買った理由っていうことそれはそれで嬉しいけどね。ワイルドホークスさんかな、プジョー実燃費いいですよ、私も現行顔の 308SW の2リッターディーゼル680に乗っています。兵庫県から神奈川県往復で 20.2km、 すごいな。通勤の街乗りで最低の時で 11.8km パーリッター以下になったことはありませんということで、こういうオーナーのご意見非常に参考になりますね。新里さん、出遅れました、こんばんはということでありがとうございます。杉直さん、ゴーカーさん、数年後私がホワイトハウスグループでマイカー購入の折は商談から制約納車まで撮影 OK ですよ。あ、それは嬉しいな、ありがとうございます。ぜひぜひまたさせてください。サーコーさん、ボルボのそんな番組があるんですね、もし機会とかがあれば出演などは考えますね。全国放送は少し緊張と少し恐怖心がって感じですねということで、あ、これね、でもね、要は取材が対面で取材だからちょっと遠い方は難しいかもしれないな、 FM 三重の番組なので。北さん、せっかくねそうやって言っていただいたらありがたいんですが、北さん、新型208のアリュール MT が欲しいと。マニアックですね。赤木さん、中国ホンダとか調べたらエリシオンとかインスパイアとかありますよ。私はまあそのあたりは今の日本のオデッセイでいいかなと思いますね。田之内さん、シトロエンのアミとか行ってみる。あ、アミはでも距離があんま走らないからな。あの街乗りのちょい乗り車としては欲しいですよ、私も。モンスターさん、ベルランゴ 4WD ってないんですね。リフターもないですよ 4WD は、前輪駆動しかありません。橋本のんさん、 DS3 クロスバックイーデンス購入しました。あ、そうですか、おめでとうございます。来月納車予定ですということで、それでナビをつけるかどうか、ま、迷われてるっていうことなんですよね。雰囲気は素晴らしかったですね、 DS3 クロスバックのイーデンスは。小野沢さん、ホンダは研究所に勤めている方の乗っている輸入ホンダ車が面白い。あ、そうなんだ。ボンさん、ホワイトハウス扱いじゃないですが、カローラクロスはどんな車なのか気になっていました。まあ、ここで言うとあれですけれども、もうトヨタもあんな SUV ばっか増やさなくていいじゃないですか。あんだけ売れてた CHR の影が減っちゃいましたもんね。もう次の CHR あんのかなって逆に心配になりますが。豊さん、ボルボの逆張りで PSA は全車ディーゼルフルラインナップを実現してほしいです。私もそれ大賛成。ヒデモンさん、新型スターレットとか、外国でね、出ましたね。ノリアラさん、橋本さんおめでとうございます。ということで、本当そうですね。石井さん、豊さん2票、あ、嬉しいな、ありがとうございます。ツーさん、ゴーカーライブ常連の皆様の愛車遍歴で皆さんが集会に出てきて面白いな。いろんな話がありますけれども。じゃあちょっとここでもう一回、あの話やりましょう。2008出しましょうね。大雨でした、2008。橋本のさん、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。バーティゴブルーでね、でこの間2008もバーティゴブルーでめちゃくちゃいい天気のブルーも綺麗だったんです。この雨のブルーもなかなかいいじゃないですかね。でこの時に、北斗健太郎さん、北斗健太郎さんのコメントがちょっと
しばらくないけれども北斗健太郎さんが実はこの後ろで見学なさっているというようなところで、まあ、大したことやってないところの見学をしてもらって申し訳なかったんですが、もう大雨だったのでこの軒下でやることになりましてね、こんな感じにやっておりました。豊さんから橋本さんへブラボーといただいてます。紀原さん、私も豊さんに一票、嬉しいな、皆さんありがとうございます。森重清さん、今日新型2008見てきましたと。3008の質感と2008のコンパクトさを兼ね備えた、正常進化って感じでした。 LED にこだわらなければアリューでも十分満足できそうというふうにいただいてますね。あれがないんですよ、なんだっけ、ブラインドスポットモニターが。私はね、やっぱり、ね、シートはねアリューの方が良かったな。でもね、装備見るとね GT ラインがいいんでね。で40万円ぐらい値段が違うんですよね。で、まあ、そう考えるとね GT ラインの方がいいかなと実は思ったりするんですが、赤木さん、ホンダは SUV2 台は少ないと思うな、せめて3台はあってもいいかもしれない。うん、そうですね、 K の SUV なんかあっても面白いかもしれませんね。ヒデモンさん、雨珍しいということで、まあ、雨を避けてるっていうこともあるんですけれども、まあ、雨の市場は市場でワイパーがどう吹くかというのも、レポートできるんで、私は結構雨好きなんですけどね。外で走行動画を撮るカメラマンは多分嫌だと思ってると思いますけれど、この後出てきますが、外の走行動画、それからボンさん、橋本のんさん、おめでとうございます。私は E2008 選んだので EV 仲間ですねということでね、ありがとうございます。2008のこの雨の中の走行動画、なかなかここ夜の雨もいいでしょ。あ、夜じゃない、雨の青もいいでしょ。もうだんだん何喋ってるか分かんなくなってきたね。はい、それからあ、鈴木隆さん、ラジオの話ですが、ライブ見に行った時に急遽出演しましたが、ゴーカーさんに送ってもらって、後で自分のインタビュー聞きましたが恥ずかしかったですって。いやうまく答えてくださいましたよ、鈴木隆さん、ありがとうございました。友幸さん、2008はディーラーで見てきましたといただいてます。モンステラさん、プジョーも白ばっかりで悲しい、やはり青やねといただいてます。この青いいですよね、豊さん絶対乗ってくると思うけどね、いいですよ。それから、あ、そうそう、2008でもね、さっきのベルランゴと同じことやってみました。揺らしてみると、どんな揺れかという。でやっぱね、背の高さはねだいぶ少ないので、でもやっぱりソフトな感じですよね。でもやっぱりね、明らかにね、中に乗っている私は、こんだけ激しく振ってもですね、揺れはそれは揺れるんですよ、揺れるんですけれども、ベルランゴほどはやっぱり体を持っていかれませんでしたので、まあ、そういった点からしてもやっぱ足回りの、作りっていうのは非常によくできているのかなというふうに思います。石井さんから橋本さんへ、おめでとうございます。 DS3 クロスバックイーテンスもすごくいいお車ですよね、いいなといただいてます。ゆうひてにしみさん、すごくどうでもいい話ですけど、ベルランゴとリフターは確定、オペルのコンボライフもほぼ確定らしい、あと絶対日本で売らないと思うけど、トヨタ版のプロエースシティバースの4兄弟が揃うと面白いかなと思ったり思わなかった。なるほどね、トヨタ版のベルランゴね。サーコーさん、豊さんへ、確かにそれはいいですね。でも最近のボルボは B4 などを押しているのでどうでしょうね、でもディーゼル全車はいいですねというふうにいただいてます。もうボルボはね、そういうふうな方針になっちゃいましたからしょうがない。石井さん、プジョーのこの青色すごくいい色です、画面で見るよりずっと綺麗。そうそうなんです。豊さんから、フランス車はやっぱり笑いというふうにいただいてます。あ、いい時間になってきましたね。モナカさん、モナカさんと多分ジャガー X タイプさんと同じ方だよね。6時ぐらいまでやってくれると嬉しいなと言ったり、いい時間になってきましたけれども、なんか聞きたいこととか、これなんかどうですかとかいうのあります、あれば答える時間を作ります。もう真っ暗になってきました。あ、これまた今全然さっきと違う幻想的な感じになってきた。田之内さん、雨の中の青い2008綺麗ですねと、雨の試乗動画希少だと思うし新鮮ですってそうでしょ、だいたいどこの動画も、晴れの日やってますから、こういう雨の時だってやるんですよ。だから私はね、むしろね、雨の時結構好きなの。特にアウディのクワトロやる時なんかはね、雨降ってるとね、よかったなと思うんですけどね。あ、だいぶ飲み物もなくなってきちゃったな。
ともゆきさん、2008運転席に乗ってみたらリアウィンドウの形状のせいか左後方の視界が気になりました。試乗はしてませんかということですが、まあちょっとね、リアウィンドウの面積も狭いしね、確かにそういうのはあるかもしれませんね。新里さん、 E2008 もいいですよね。でも E4 が見たいな、早く来ないかな、私も C4 早く見たいな。野村さん、青に惚れて2008GT ライン買ったぜと、 おめでとうございます。KN さん、2008の試乗車はナビがついていなかったのでカープレイを使用しました。ですのでナビはいらないと思います。後付け可能ですし、オーディオの音質は低音がきつい感じでした。音量を大きくしても音漏れは少なかったですというふうにいただいてますね。まだ今ナイトオレンジさんいらっしゃるかどうか分かんないけど、昨日あの Android Auto を、508につないでいただいて、すごく感動されてました。ノリアラさんも感動されてましたけれども、今こんなんなのっていうふうにびっくりされてましたけれどもね、あのやっぱりスマートフォンと連携させることで非常に良くなっているかなというふうに思います。赤木さん、雨の中走っている車の画像かっこよくありませんかというふうに、いやいいんですけどね、撮る人が大変なんですよ、雨の中でやるとね。まあ特にネタも用意してないって言ったから特に質問ないかな。ボンさん、ツイッターでもお話しさせていただきましたが、2008のサンルーフなんで微妙なサイズになっちゃったんでしょうね、苦笑というふうにいただいてますが、いやこれね、私もねいろいろ考えたんですけれども、確かに2008って全長は先代モデルよりは長くなってるんですね。で、まあ、ボンさん書き込んでいったのは C3 アクロスを見てちょっと残念っていうか、その、C3 アクロスはすごく広いんですよね、開口面積が。でも2008はなんであんな狭いんだというようなお話だと思うんですけれども、これちょっと横からの絵が出てくるといいんですけどね、2008確かに全長は長いんです。でも意外にボンネットってスラントノーズではなくて水平なので、ちょっとボンネット長めですよね。でリアのウィンドウも C3 アクロスって結構まっすぐじゃないですか。でも2008って結構スポーティーなデザインで斜めになってるじゃないですか。そういうのを見るとルーフの面積って C3 アクロスよりも面積っていうか長さかな、短いのかなと思って、測ってないから分かんないですよ、測ってないから分かんないんだけれども短いのかなと思って、だから C3 アクロスよりもああいう感じになっちゃってるのかなという気がしました。合ってるかどうかは分かりません。合ってるかどうかは分かりませんが、そういうふうに思いました。村山さん、 DS5 の車検証は運転席の下に置き場があります。プジョーはどうなんでしょう。へえ、それは知らなかった。運転席の下に置き場あるんですか。プジョーとかもないと思うけど、だいたいあのこう借りてくる試乗車にはあのパッセンジャー席のドアポケットに入ってますけどね。オーナーの方でもし分かる方いらっしゃったら書き込みお願いします。ゆうひてにしびさん、2008アリュール GT ラインほど主張が強くなくていい雰囲気ですね。やっぱりガラスルーフがつかないのが残念ということで、そうなんですよ。渡辺健二さん、ゴーカーさんをはじめボルボオーナーの方々にお聞きしたいのですが、どこに魅力を感じたのですか。うん、なるほど。じゃあそれやりましょうか。はい、ボルボに魅力を感じる点はですけれども、まあ私がなんでボルボを選んだかっていうと、まあこれももう何回も言ってますが、まあ、私ボルボの V60 クロスカントリー乗る前はジャガーの XE のディーゼルに1年、これはリースですよ、1年リース乗ってて、本当にこの経済性の高さとトルクの大きさにもう惚れ込みましてね。で、まあ、その XE に乗ったっていうのは実はそのクリーンディーゼルが流行りだした頃で、私も試乗もゴーカーチャンネルその頃始めてたもんですから、いいって言う割には自分で持ってないのにそんな適当なこと言っちゃダメだなと思って、自分で乗って、やらなきゃダメだなと思って、その XE 乗ったんですね。そしたらやっぱりそのディーゼルの魅力に惚れ込んじゃって、でその後ディーゼルにどうにしようかな、プジョーにしようかな、ボルボにしようかなと思ったんですが、まあ、最終的にボルボを選んだんですけど、ボルボを選んだ理由はそのディーゼルと、ACC しっかり
追従して止まる ACC がついているということ、それから何といっても安全性の高さ、そういったところから選びました。それからあと内装色が、私明るいカラーが好きだったので、内装色で明るいカラーが選べるという点からボルボには魅力を、当時 308SW と悩んだんですが、ボルボにいたしました。他の方いらっしゃったらまた書き込んでくださいね。北斗健太郎さん、雨の中のバーティゴブルーも映えますねという、そうそうそう、北斗健太郎さんね、生見とったじゃないですか。モンステラさん、ナビのテレビ見るのは日本人だけと言われましたが、テレビ見たいなということですが、見ながら運転しちゃダメですよ、音聞くのはいいですが。浜田翔吾さん、ボルボは安全性です。浜田さんもボルボのお乗りですからね。渡辺健二さんから浜田さんへ、なるほどといただきました。あ、KP課刑事さん、こんにちは、かなり遅れましたということで、いえいえありがとうございます。ボンさん、なるほどといただいてます。私のさっきの2008のルーフの長さの話ね。サーコーさん、ボルボは確かに安全性メインですねというふうにいただいてます。田中さん、308の液晶モデルはそろそろ発売されますか。言っちゃっていいのかな。近いうちっていうふうに聞きました。あんま大きい声では言えませんが、近いうちって聞きました。アンズノエムンさん、渡辺健二さんへ、ドイツ車より乗ってる人が少なく安全でおしゃれな人が多く乗っているからですと。アンズノヤブンさんは V60 の T5 にお乗りの方です。鈴木隆さんもボルボの S90 にお乗りです。現行って言ってももう売ってないんだけど、ボルボの安全性装備シートにスタイルですというふうに書いてますね。KN さん、確かに屋根は小さいですが、アウタースライドなんでもう少し頑張ってほしかったです。そう、私もね、2008の屋根はアウタースライドだからもうちょっと頑張ってほしいっていうのは確かに思いました。杉直さん、カープレイ等のスマホ連携のナビゲーション使用時パケット使うんですか。私のスマホは家では Wi-Fi でパケ割りしていません。あ、使うと思いますよ、パケット、そりゃ使うはずです。ヒデモンさん、車検証を持ち歩くのは日本だけ。それは分かんないな私。KP課刑事さん、 DS5 の運転席の下に固定できるゴムがありますね。あ、そうなんだ。赤木さん、ホンダ車のスライドドアはなぜ音が鳴らないんですか。それはね、あのホンダのお客様相談センターに電話してみてください。私は分かりません。渡辺健二さん、ゴーカーさん、ボルボのオーナーの皆さんありがとうございますといただいてます。いえいえ。モナカさん、ディーゼルでアドブルー使わない車種ってあるのかな。今はね、もうないと思っていただいた方がいいと思いますよ。もうみんなアドブルーになったと思います。ノリアラさん、これからオーナーになるのですが、安全性、経済性と性能の高次元での両立、車内の雰囲気、安心につながる包まれ感、あとはこれから感じ取りたいですねというふうにいただいてますね。これから昨日オートプラネットで V60 の D4 ダイナミックエディションをご購入いただいたノリアラさんの生の声でございます。今日3回目、言っとかないとね、ゴーカーチャンネルで見て買いに来てくださった方がいらっしゃるという非常に嬉しい話ですから。アンズノエムンさん、ボルボのシートは今まで乗った中で一番いいですとね、いただいてます。豊さん、渡辺健二さんへ、ドイツ車ともフランス車、日本車とは全く違う唯一無二の雰囲気がボルボの魅力だと思いますというふうにいただいてますね。赤木さん、ホンダ車のいいところと悪いところを教えてください。赤木さん、本当ホンダが好きやね。ちょっと待ってよ。ホンダ車のいいところ、これ難しいんだけどね。まあホンダ車のいいところはですね、非常に日本市場を考えた車もしっかり出しているところだと思います。やたらとやっぱ3ナンバーの車が多い中で、軽自動車はしっかりとあんだけ揃えていますし、ステップワゴンも幅はちゃんと1695で収まってるんですよ。あれ他の、コンペティターのトヨタのノアボクシーエスクワイアとセレナはあのエアローバージョンになると3ナンバーになるんですよ。1700超えるんですよ。でもステップワゴンはちゃんと幅1695で収まってるんですよ。でも長さがね 4.7m 超えちゃってるから3ナンバーになってるんですけれどもね、そういうところはね、私やっぱホンダ素晴らしいいいところだなと思ってます。悪いところはね、これはまあゴーカーチャンネルでちょこちょこ言って、車ごとに言ってますから、まあ、それちょっと見ていただければと思います。ボンさん、杉直さんへ、マップを事前にダウンロードしてできるものに限られますが、設定でパケット通信しないようにしておけばパケット使わずにナビ使えるんじゃないですかねって。ボンさんの方が詳しかったですね、ありがとうございます。7010さん、 V60 クロスカントリークラシックに乗っています。おお、いいですね。安全性とトルクに惚れましたということで、クラシックはねサンルーフもついてるんで、あ、羨ましいな。クラフトサウンドスタジオさん、ボルボはスタイリングと安全性 ACC。 なんかこう見るとボルボユーザーの視聴者の方多いですね、改めてびっくり。
宮島さん、飛ばす気にならないところですね。 V50 乗ってますということで、あ、宮島さんもボルボオーナーの方だったんだ、ありがとうございます。そう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 ね、ゆったり乗りたい気にさせるのはボルボのいいところですね。サーコーさん、そうですね、私がボルボの魅力は S60 デザインとかが好きで乗ってますね、デザインですね。KN さん、 DS7 と XCA60 ディーゼルを比較検討したのですが、ボルボは安全性ですねと、なぜボルボにしなかったのか、 DS7 より100万ほど高かったからですなるほど。ワイルドさん、アメ車なんかも日本でそんな排気量いらないって言われますが、ディーゼルやアメ車のようにトルクが低い回転から大きいとアクセル踏む量も少なく、エンジン音も回転も低いので静かなんですよねということ。そう、あとトランスミッションも大事ですよ。やっぱり多段のトランスミッションでエンジン回転を低く抑えるということが非常に大事になってきます。渡辺健二さんから豊さん、そうなんですね、ありがとうございますといただいています。アンズの親分さん、大親分が風呂入ってとうるさいので風呂の中で見てますお風呂の中で見てるの嬉しいな、ありがとうございます。それも風呂の中で見てコメントが打てるんですか、すごいな。杉直さん、ボンさん、情報ありがとうございますいただいてます。石井さんからモナカさんへ、輸入車はないと思いますが、国産のマツダのディーゼルはアドブルー使わない方式です。あ、そうかそうかそうか、そうそうね、そうそうそう、それちょっと説明しておきますと、まあこれ何回か説明したことはあると思うんですが、ちょっとこれ話変えますね。アドブルーとは、アドブルーとはとは、NOX、 ディーゼルには NOX という悪い窒素酸化物というものが出るんですが、その NOX を浄化するためにアドブルーっていうのは尿素水なんですね。で、尿素水をその排気ガスがこう出てくるところに吹きかけるんです、尿素水を。で、もちろん排気ガスってエンジンで一回燃えたものがこう出てるわけですから、あちあちなんですね。あちあちのところに尿素水を入れるもんですから、 その水は水じゃなくなって、加水分解されて、アンモニアになるんですよ。で、NOX とアンモニアが化合すると、 NOX とアンモニアは NH3 かなが化合すると窒素と水になるんです。 N2 と H2O になるんです。どっちも無害ですよね。それが、一つの魅力的なアドブルーのポイントなんですが、マツダはその実はディーゼルエンジンっていうのは、高圧縮なんです。圧縮比が高いんですね。ちょっと話がだんだん難しくなってくるかもしれませんが、シリンダーという茶筒のみたいの中のところでピストンというものがこう上下運動をしているんですけれども、その上下運動で例えば、これくらいの見えるかな、これくらいの高さのものをぐーっと押し上げて戻る反発力と、これぐらいの高さのものからぐーっと押し上げて、反発力だとどっちが大きいかというと、もちろんこっちの方が大きいわけですね。ディーゼルエンジンというのは圧縮比が高いですから、こっちのパターンなんですよ。でも圧縮比を上げると、NOX が、出がちになっちゃうんですね。で、出がちになっちゃう理由はちょっと私は細かいことはあんま勉強してないんですけれども、でディーゼルがトルクがあるのはこれからこんだけの大きな反発力があるから大きいトルクが出るんですよ。ガソリンエンジンはもうちょっと圧縮比が低いので、そうではないんですが、ディーゼルというのはそういうところからトルクが大きいというふうに なっているわけですけれども、マツダのディーゼルというのは出た当初は圧縮比を下げて NOX を減らしてたんですね。ですからアドブルーがいらなかったというものなんです。で、ヨーロッパのメーカーでアドブルーを使ってなかったというのは、バリウムを使って、浄化をしてたというようなところで、違いがあります。ですからマツダの方式というのは独自のものなんで、ありますね。アンズの親分さん、打てますよと、打てるんですね。7010さん、ゴーカーチャンネルでボルボを学びましたということで嬉しいな、ありがとうございます。ゆうひて西美さん、もう6時過ぎちゃったな。QC4 のガラスルーフ仕様はガラスルーフの分天井が下がっているので、リアシートに背中をピタッとつけて座ると天井に頭がついちゃうと。新型 C4 は小さくなった分、
リアシート直上の空間が確保できているみたいです。ああ、そうなんですね。2008のスライディングルーフも同じ部品だとは思うのですが、2008は天井が高いのであまり恩恵はなさそうですね、というふうにいただいてます。そうですね、豊さん、安住の親分さんへ、大親分の指令は絶対です、素直に従うに限ります、笑い、といただいてます。ヒデモンさん、防水スマホいいなと、お風呂で充電して感電死したニュースありました。あ、怖いなそれ。渡辺健二さん、豪華チャンネルの視聴者の方々で多数のボル方々がボルボオーナーなのにはびっくりです。私もびっくりしました。ちなみに自分はドイツ車オーナーです。恥ずかしい感じです。いや、そんなことドイツ車オーナーの方もいっぱいいますよ、豪華チャンネルの視聴者の方。ジュンジュンさん、マツダ使ってなかったんじゃないかな。そうそう、さっきお話しましたね。ツーさん、ホンダのいいところは NBOX のようなハイトワゴンでもハンドリングが安定しているところです。これはオーナーさんが言われてますから間違いないですね。アンズの親分さん、豊さん、大親分に逆らうと車買えなくなるから逆らえません。ちゃんと言うことを聞いておきましょうね。KN さん、 BMW もアドブルを使わない方式でしたね。そうですね、先代の3シリーズは、ああ書いてある、先代の3シリーズはそうでした。ジュンジュンさん、 PM と NOX は基本トレードオフと、いただいております。ともゆきさん、私もボルボユーザーではない視聴者です。大丈夫ですよ、そんな 気になさらないで、どんな方も来てください。国産車の乗ってる方もどんな方でも見てください、参加してください、ウェルカムです。サーコーさん、渡辺健二さん、大丈夫です、私もボルボユーザーですけど他の欧州車やアメ車好きですから。そうですよ、私もね、なんだかんだ言ってね、何でも好きなんですから、ホワイトハウスで扱ってない車だって好きなのあるんですからね。ツーさん、ホンダの良くないところはボディの鉄板や樹脂の薄いこと、洗車していると悲しくなるくらい。あとは NBOX では、駐車場で同じ車がたくさん止まっていてよく迷うことです。まあそれはありますね、ステップワゴンに乗ってるとそれは思う。アンズの親分さん、渡辺健二さんへ、ボルボいい車なのですが、ディーゼルやめたから次は BMW の 320R で考えています。面白いな、アンズノエブさんも私になんか似た、思いを抱いているのね。赤木さん、僕もボルボユーザーではないです、そもそも車乗ってないので。そうだよね、そりゃそうだ、高校生ですからね赤木さんは。赤木さんってでもなんかそろそろ受験で忙しいんじゃないの、大丈夫。もなかさん、石井さんへ、そういえばマツダはアドブルーを使わないですよね、ただカスがたまりやすいとか。 PM の話かな、パティクレートマターの話ですね。それはもうどのメーカーも同じで、触媒で、取って燃やすというパターンですね。ボンさん、そういえばマツダ絡みで MX30 の印象はいかがですか。あんまりここの動画では喋りたくないんだけれども、まあいいでしょう。いいですか、正直に言って。きっと10年後から10年15年後、迷う方の名車で取り上げられる車になっている気がします。もうそれだけにしとこう。石井さん、もなかさんへ、そうです、ちょい乗りばっかりしてくると良くないみたいですって。そうですね、渡辺健二さん、視聴者の皆さん、優しいお言葉ありがとうございますと。赤木さん、マツダロータリーエンジン復活するらしいですよねって、復活するするって言って本当にするのかな。でもこれはあれじゃないですか、発電用に使うとかじゃないですか、ちゃんと動力として出るのかな、ちょっと分かんないな。田中智樹さん、 XC40 の最上位モデルに試乗させてもらったのですが、予想以上に足がストロークしてショックを感じないのに驚きましたということで、 XC40 は非常によくできた車ですよ。キリがないのでこの辺りで強制終了しようかな。はい、ということで、いやなんかこんないい加減なテーマの時に一番盛り上がっちゃったな。これは視聴者の皆さんのおかげですね、ありがとうございます。数ヶ月に一遍ぐらいはこういうのもありかもしれませんね。いや実は今日ね、実験半分実験なんですよ。毎週結構特集テーマ考えるの大変でしてね、いろいろ準備するのも大変で、まあ、今回はいろいろ時間もなかったというのもありますし、まあいいやと思ってやってたんですが、こんなに多くの方が、いろんなコメントをゾクゾクくださるし、視聴者の方も200人に近い、視聴者の方ご覧いただいてるんで、本当に感謝しております、ありがとうございます。のりやらさん、免許を取って最初に乗ったのはホンダシビック、グランドシビックでしたと。VTEC の前線の時に、あえて 1.6SI という選択をしました。この辺りはね、ごめんなさい、私分かんないんだな。グランドシビックは分かりますよ、グランドシビックが出たのは多分私ね3歳ぐらいなのでよく分かんない。橋本のんさん、カープレイでナビゲーションアプリ通信オフにすると GPS が効かなくなるので、特にトンネル内とかはやっぱり無料より有料アプリの方がいいんですか、特集をということで。特集ね、ちょっと勉強してからじゃないとなんかまともなことができなさそうだな、ちょっと私よく分かってないんでね、
自分の乗ってる車がカープレイついてるといいんですけど、ついてないもんですからね。ボンさん、大変ストレートなご感触をありがとうございます笑いということで、まあ、ちなみにですが、観音開きは RX8 を思い出しまして、まあ、ボンさんツイッターで私のコメント言いましたでしょ、思い出したわけですよ RX。 私はね RX8 は本当に欲しい、今でさえ欲しいと思っている人ですよ。あのロータリーのねもう気持ちよさは捨てがたい。本当は RX8 欲しかったんだけどな、まあ、結局買えずじまいでしたけれどもね。ヒデモンさんお疲れ様でした。アンズのヤブンさんのぼせるということで、そろそろ終わるからねもうちょっと頑張って。ヒデモンさん楽しかった、ありがとうございます、嬉しいな、そうやって言っていただくと。北さんもありがとうございます。ヒデモンさん10回ごとにやりましょう。あ、そういうことねそれいいかもしれない。カンニさん、お疲れ様です。いやいやありがとうございます。サーコーさん、こちらこそありがとうございました、お疲れ様でした、また視聴させていただきます、またお待ちしております。ボンさん長時間ありがとうございました。いやこちらこそ。シャル東京さんもありがとうございます。モンステラさん、ラジオ番組のハガキを読んでるみたいですね。いや私ね本当に最近思ってね、多田ゆりかさんラジオやってるでしょ、非常に似ている、この YouTube のライブとラジオって、ね、近いところあるなと思ってね、やっております。ツーさん楽しかったです、フリートークもいいですね。あ、よかった、そうやって言っていただくと、このフリートークはたまにやろうという気になりますね。またやりましょう。ゆたかさんお疲れ様でした、また次回楽しみにしています、こちらこそ。ともゆきさん、皆さんお疲れ様でした、楽しい時間になりました。あ、もうそうやっていただくと嬉しい。村山さん、たまには息抜きも大切、あ嬉しいな。ありがとうございます。モンステラさん、ベルランコ情報よろしくということで、また2008の後ね楽しみにしていてください。ちょっと2008はそんな長くないかな。宮島さん、またよろしくお願いします、お疲れ様でした、ありがとうございます。北斗健太郎さん、お疲れ様でした、豪華さん楽しい旅をレッツ豪華そうそう、ありがとうございます、ちょっと忘れてた。ヒデモンさん、すごい、私はトゥデイハミングでしたね、懐かしいな。小野沢さん、 MX30 がロータリーで発電するとか、お疲れ様でした。ああそれね、聞いたことある、やっぱ発電だよね。今日は長めでしたね石井さん。豪華さん、皆さんお疲れ様でした、また来週よろしくお願いいたします、こちらこそ。大宮さん、フランスの車は四駆があまりないですよね、雪道問題なのでしょうか、雪道が心配でアクティブツアーラープラグインハイブリッドしましたということですが、あるあれ同じですよ、プラグインハイブリッドだったら四輪駆動なんですよ、あっちはね、入ってくるかもしれません。ヒデモンさん、最初の車がトゥデイハミングね。渡辺健二さん、豪華さん、そして視聴者の皆さん、お疲れ様でした、ありがとうございました、今日はめっちゃ楽しかった、あ嬉しいな、そうやって言っていただくと、本当に皆さんとオフ会したい気持ちが強くなってしまいました、嬉しい。豪華さん、オフ会の企画できたらお願いしますということで、そうですね、まあ、徐々になんとかしていきたいというふうに思っています。のりやらさん、あエンディング、今日は豪華さんも皆さんも本当にありがとうございました、皆さんからの温かい男場に、涙しまくりでした今後もお願いします、こちらこそありがとうございました。楽しさお疲れ様でした、次回も楽しみにしています、沖縄気をつけてということでね、私もSNS はたまにちょっと沖縄の綺麗な景色なんかアップしようかなと思ってますんで、またツイッター、インスタ、Facebook ページまた見てる方はぜひ、そちらもご覧いただければ幸いです。まだあれいいねとかフォローしてない方、インスタ、ツイッター、Facebook ページしてくださいね。鈴木隆さん、お疲れ様でした、お深い楽しみにしています、ありがとうございます。もなかさん、今日も楽しかったです、嬉しいな、ありがとうございます。新里さんもありがとうございます。アンズのヤブンさん、皆さん早く風呂入ってねって面白い。ケイヌさん、本日もお疲れ様でした、皆さんのいろいろなコメントが来てよかったです、ありがとうございました、よかったよかった。豊さん、アンズのヤブンさん、ドリフですかって警備課刑事さん、オフ会ないからこういう企画が嬉しいですね、そうか、オフ会代わりになってるのかな。アンズのヤブンさん、また来週。橋本のんさん、お疲れ様でした、楽しかったです、ありがとうございますというふうにいただいて、なんとか今日のライブも終わりそうでございます。いや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 、本当にこんな遅くまで192人の方を見てくださって本当にありがとうございますね。それでは次回は来週です、沖縄帰りで、10月18日、あ私の誕生日だここでまた余計なこと言っちゃった。私の誕生日にライブ放送をやるということで、誕生日だったらなんかちょっと面白い企画を考えたいところだけども、沖縄帰ってきてそう時間もないので多分大したライブにはならないと思いますが、また皆さんと楽しいライブをお送りしていきたいなというふうに思っております。あゆひてにひびさんも配信ありがとうございました、お疲れ様でした、楽しいご旅行を羨ましいありがとうございます。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。 IC さんもありがとうございます、沖縄気をつけてということでね。じゃあ皆さんも1週間お元気で、また来週お会いいたしましょう。